はいじゃあそれでは、えー、本日の入門講座、えー、刑法の本論編の第1回の講義を進めてまいります。えー、と今日の講義からはですね、えー、刑法ということで、まあ、刑事系の科目の学習ということになりますが、まあ、まずは刑法っていう科目ですね。まあ、実際 ええまあ予備試験司法試験とかまあロースクールの試験なんかでまあまあ試験科目としてまあ採用されているわけですが、あのおそらくあの民法とか憲法とかと比べるとまあ日常生活にある程度密接に関わっているところなのでまあイメージはしやすいと思うんですよね。えー、もう端的にもう刑法で定められている犯罪を犯せばまあそのまま逮捕されて場合によってはまあ有罪判決を受けてみたいなね。えー、例えば窃盗とか殺人とかまあ場合によ詐欺とか脅迫とか聞いたことはあると思うんですが、え基本的にはまあこれから刑法でまあ全部で十八回ですかね。え行、ー、為では 使っていく内容のほとんどがまあ、その犯罪の成立に関しての学習になります。なので、えー、まあ刑法っていうのは科目としては全体として前半と後半に分かれていて、まあ、前半は刑法の総論という学習になるんですよ。よ、えー、どういうものかというと、例えばある行為がまあ犯罪にあたるかどうかっていうのをまあ体系的に見ていくというもので。 えまあ具体的には単独で行う単独犯とか、まあ、あとは複数の人が行う、ね、場合だったら共犯みたいな形で、まあ、犯罪がどういう場合に成立するのか、まあ、場合によっては、ねえー、こういう場合には犯罪が成立しないというものをまあ総論的に学習していくというのが刑法総論という分野になります。で大体全体で回回回のうち、えー、大体8回9回ぐらいがそれになると で後半は何になるかというと刑法・覚論というものになりますでこれはまあ犯罪が一般的にどうやって成立するのかもしくはしないのか、まあ、共犯も同じですね共犯が成立するかしないかということを前提に、えー、それぞれの犯罪で問題となることというものを一個一個学習するということになります、えー、そうするとまあ刑法で犯罪ってさまざまな犯罪が決められてるんですが基本的には刑法・覚論の学習すると、まあ、ほぼ8割方の刑法で、えー、なんか犯罪に問われるものというのはカバーするということになります、まあ、典型的なものは財産犯ととって窃盗盗かか強盗とか 詐欺とか脅迫とかねねですね詐欺とか恐喝とかか横領、背任といったように、まあ、あの実際、さまざまな犯罪類型、まあ、他にも殺人とか放火とかね偽造とかいろいろありますけれども、まあ、そういった各一つ一つの犯罪というものを学んでいくというのが、まあ、刑法・各論の問題ということになりますで今日の講義はもう刑法の1回目ということになりますので、まあ、具体的にはどういうふうな時に犯罪が成立するのかというのをまず最初に簡単に確認していくというのが最初になります。でおそらくなんかか例ええばば窃盗罪ととであれば、まあれりあえず人のものも 盗んだらとりあえず成立するんだろうなっていうことだと思うんですが実はそこまで、ね、単純でもないところがあって、えー、まず、ね、講義メモでいうと、まあ、ざっくりまとめたのが、えー、最初のところでレジュメですね、えー、この構成要件該当性っていうふうに書かれているものがあって、まあ、あのこれを使いながら、まあ、ちょっと説明入れながらちょっと書き込んだりしていきますけれども、まあ、さっき、ね、そんなに単純じゃないっていうふうに、まあまあ、言いましたけれどもね。 じゃあ刑法の犯罪で一番出発点になるところっていうかね一番分かりやすいやつでいうとまあ窃盗とかもそうですけれども分かりやすいのは多分殺人罪とかだと思うんですよねえとりあえず人殺したらアウトみたいなえそれ犯罪ですで実際何が犯罪になるのかについてはまあこれ刑法もまあ法律ですからもう6法に書いてあるので 出発点は6本になります。なので、まあ、今日の講義ではそこまで、ね、使わないですけれども、まあ、次回以降の講義ではまあ6本をまあ持ってきていただいて、まあ、実際引いてみましょうというところも、ねえー、講義の中でやっていきます。でじゃあ実際ちょっと条文上、ねえー、殺人罪というのはどういうふうなときに成立するかというと、えー、刑法の199条に書いてあるんですよ。ですごくシンプルで199条だと人を殺した者は、えー、まあ殺人罪が成立すると、まあ、いうふうに書いてあります。そうするとまあとりあえず 犯罪が成立するためにはこの人を殺すということをすればいいんだということになるわけですよね。で、まず一番最初の出発点というのは、まあ、民法の学習の中ではこれは要件というふうに言ったりしますね、えー、なんかこの、えー、例えば条件を満たした場合にはある法律効果が生じる。 えー、という,ような、ね、形です民法だった場合には,それは要件効果みたいな形で説明されるわけだけど、まあ、刑法の場合にはすごくシンプルで、えー、この構成要件が満たされるととりあえずはこの199条の、えー、該当性が肯定されるそんなに難しく考えずに構成、まあ、要件該当性といってその条殺人ならば199条例えば窃盗だったら235条とかに書いてあるんですよ、えー、窃盗だったら他人の財物を摂取したものに成立する犯罪ということになるから、まあ、何かを行うこと なったたた人がいたらその要件を満たすすすかかどうかをまずチェックするんですよでそ例えば、他人の財物を摂取したという場合には例えば、まあ、私がですね誰か、えー、隣のなんか人の家に入り込んでそれで、まあ、例えばなんか財布盗んできちゃった持ってきちゃったとっいう場合にはその時にはその財布というのがまあ他人の家にあるもので他人の財物と当たるで摂取するというのは,これはあのどうしても、ね、覚えなきゃいけない部分はあって、えー、摂取とは何かというと、えー、例えば、強盗のように暴行・脅迫を使わずにね 強盗というのはなんか暴行脅迫を使って財物を奪うんですよねで窃盗の場合は暴行脅迫を使わないでその人の意思に反して戦友を移転させることっていうふうに定義されるそうすると、まあ、人んちの中から勝手に持ち込むというのは暴行脅迫を振るってないわけですねいないところからパッてにパッと持っていっちゃうんだったらそれは暴行脅迫を振るってなくてそして戦友っていうのはその実際にその支配だよね その支配を人の家から自分のところ持ってきちゃえばその支配は私に移転するからあということは私が今やったことは他人の財物を摂取したってことになるわけよそうするとこれは殺窃盗罪の構成要件に当たるみたいな形になるわけですじゃあちょっと殺人罪に戻るとじゃあ殺人罪って人を殺した場合に成立するっていうふうに今言ったけれどもあの結構この構成要件というのは大変なんですよ例えば人を殺したっていうのが一応要件だよねじゃあ人ってそもそも何なのっていう話になるんですよ 刑法,の刑法に限らず法律の解釈って、えー、例えば、まあ、例としてはあれですけれども,そのもう死んだ人に対して何か攻撃を加えたらそれはま人じゃないみたいなのは分かるかもしれないけれども、えー、例えば、えーまあ、出産の時に、まあ、生まれてくる途中の、まあ、胎児というのか胎児が生まれてくる途中に攻撃を加えて死なした場合それって人なんですかという解釈が生まれるわけですよ。 そうすると、まあ、人っていうと一般的には、ね、イメージは湧きやすいけれどもその人っていうのはいつから始まっていつから終わるんだってのを知っておかないとそこはあの人に当たるかどうかの判断できないわけですよね。で殺人の人ってそこまで問題にはならないんだけどあの他に問題になるのが例えば殺したって言った場合例えば殺したに当たるかどうかって例えば、ね、典型的にえナイフとかで人をバーッとぶっ刺してねあのそれで失血させちゃったとか首絞めました毒盛りましたさまざ、あ、まな殺したってあると思うんだけれどもじゃ例えば こういううい時どうなります、えー、もうナイフを使うとかではなくて、まあ、子供がいるとで子供がいて一人ではまあ何もできないような赤ちゃんがいると。 まあ赤ちゃんは人ですすよねね生ままれてますから、ねえー、ちなみにあのさっきの答えだけ言っとくと人っていつから人になるかっていうと刑法は母体から一部でも出ると人になるんです、えー、これ一部露出説って言ってあの要するに母体から独立して攻撃を加えられるってなった場合にはその人ってやっぱり刑法上のほうに値するわけよその生まれ始めて一部でも出るとで露出したところで攻撃加えられるからその攻撃を加えることができるようになった時点で人になるから、まあ、生まれた赤ちゃんは当然人なんですじゃあその赤ちゃんのお母さんがいるとします でお母さんが子う子を育てるのが面倒くさいもしくは子う子を育てられないということでもう死んでも構わねえと思いながらもしミルクを与えなかったとしますでミルク全く与えないでその結果死んでしまったという場合にこれ殺したに当たりますっていう問題が出てくるんですよつまり殺したっていうのは一般的には例えばさ何か積極的なことをやるわけでしょ えなんか首絞めたり毒持ったりとかね場合に突き落としたりとかするんだけどまあ何もしないっていうことでそもそも殺したって言えますかといったようにその構成要件該当性っていうのを検討するにあたっても実際にその解釈論っていうのは問題になってくるんですよ。でじゃあその時にじゃあ人を殺した場合にはまあ構成要件該当性が満たされるんだけどじゃあちょっと一つ例を挙げていくとまあ一般的には人を殺すっていうのは。 まあ刑法というのは、この構成要件、該当性についてはね、こういう構造になってるんですよ、実行行為というのが、まず出発点になりますま、少なくとも何かしらの行為が行われる、これはさっきも触れたように、作為、不作為、どちらもありえるわけだけれども、少なくとも何らかの刑法上に触れる行為というのがあるわけですで、例えば、人を刺しましたという例にしましょう、これは、例えばね、殺してやろうと思って人を刺した。 でこれはもちろん殺人の実行行為になるんだけれどもただ人を刺すという行為が実行行為としてあるけれどもじゃあその時にじゃあ結果が発生するわけですね例えばまあちょっとナイフとかよりはまあ首を絞めるとかしましょうか行為によって例えば結果として V が死んじゃいました でただ、これだけではあの足りないんですよ、例えば、ね、首を絞めたとしますよね、で首を絞めて、じゃあ、その被害者が、まあ、ぐったりしましたで、被害者がぐったりしたんだけれども、えー、実際その時は死んでなかったとします、で死んでないんで、病院に連れて行こうということで、救急車呼んだとで、救急車呼んだところ、救急車が、えー、事故を起こして死んじゃったっていう場合に、例えばそれって、この首を絞める行為によって死んだって言えるかどうかですよね。 えまあすごい極端な例で言っちゃうとまあ首絞めてその人は死んでなかったんだけれども病院に運ばれて搬送先の病院でなんか多分火災が起こってその火事で飲まれて亡くなっちゃったとっいう時に必ずしもこの実行行為と結果が結びつかない場合があるわけですよで。そうすると刑法の犯罪というのはまず構成要件該当するためには3つの要素がいるの。1つは実行行為 りそれは,これは具体的にはどういうものを指すかというのはこれから勉強するんだけどあの、ね、結果発生の現実的危険性を含む行為と言われてますまあ、これはチェックシートなんかでもまたね出てくるところですが、まあ、人の死の結果発生ですかね、殺人だったらつまりこの行為を行うと人が死ぬ可能性があるぞという行為が実行行為です。 ですからまず実行行為が行われることが必要になりますだから例えばだけどあの呪い殺すと思ってずっとなんか拝み続けることは殺人の実行行為にはならないんですよねででもしそのようにその実行行為が否定、肯定されたら今度はその実行行為によって、まあ、とりあえず結果があるかどうかですよねそもそも例えば人をブスブ刺してその結果死ななかったらそもそも結果発生してないよね死ななかったら結果は発生してないんで少なくともその実行行為と何らかの関連性のある結果がなきゃいけない。 で,で結果が発生したとしてもこれとこれの間に因果関係がなけゃいなないということが認められるとでこれを全部満たして初めて構成要件に該当すると、まあ、これで初めて失礼しましたこれで 構成要件に該当するというふうに評価できますそうすると特に今日の講義前半で結構がっちりあるのが因果関係ってやつなんですよ、えー、例えば因果関係っていうのはどういう場合に問題になるかっていうと例えば私がナイフでまあ、ちょっとね刑法だからどうしても物騒なことばっかり言うことになっちゃうんだけど私がナイフで被害者の胸を刺そうとガッと突き刺そうとした これ実行為ですよ。もうナイフで、ね、人の水曜部を取突する行為はもう死ぬ危険性ありますからね、実行行為はあります、でもその人はひやって避けましたで避けてえ肩をかすめたで、肩をかすめたら普通はまあ死な,ないわけですよだけど、その人が、まあ、例えば血友病の方とかでその結果、えー、例えば血が止まらなくなってしまってその結果なくなってしまったという場合に例えば原始的な事情ですよ。 例えば例としては頭をポンと叩く行為っていうのがあったとするでしょ普通の人だったらまあ例えば頭を叩くっていう行為自体ではそんな危険はないけれどもまあ場合によってはその人が例えば脳に腫瘍があったとかねで脳に腫瘍があった人の頭を叩いた,た結果その腫瘍の病変によって亡くなってしまったとかねでそれで元々もともとあった特殊な事情とかってあったりするわけですよ。とか それはまず一つの類型としてあるよねもともとあった特殊な事情がなんか死の結果の方に結びついているんじゃないかというケースであともう一つは先ほど触れた搬送先の病院で亡くなっちゃった時ですよねでその時に搬送先の病院で例えば怪我で死んだとかだったらそれは因果関係普通にあるじゃん搬送先の病院で治療の開幕亡なくなったとかがいいけれども例えばそれが医療事故で死んじゃったとかね、えー、全く予想しない自然災害がそこで発生して亡くなっちゃったってなるとそれによって死んだとは言えないじゃんっていう問題が出てくるの。 でこのようにこの因果関係というのは特に問題となってくるのがもともとの特殊事情だねえ原始的な特殊事情であったりとかもしくは、介在事情介在事情があったりというケースですで。で、まあ どうしてもね試験作る側としてはねいろいろ聞きたいから、まあ、こういうところについてはいいろいろただじゃ知らせてくれないんですよねいろんな経緯を経てあのな殺人の場合には結果が発生しちゃったりするのでその時に適切な処理がまあできるようにしておくといいかなというところがまずあってそうするとまあ実行行為、結果、因果関係が揃って、えー、初めて犯罪の構成要件が満たされますじゃあそれで犯罪成立するかというと実はそうでもないんですよ。例例ええばば私が、えー、例えばね 誰かに対して死んでも構わないと思いながら包丁をバッと刺しに行きましたで刺してまあ実際にその人亡くなりましたで特に特段変わった因果関係を妨げる事情なく例えば私がその被害者の人を刺してその結果として死なせたとしても犯罪が成立しないことって普通にあるんですよねでそれは例えばどういう場合かっていうと事情をちょっとつけ出せばいいんですよその直前に被害者の人が私にナイフで襲いかかってきたっていう事情がある場合なんですね 例えば、まあ、私がナイフで襲いかかられてきて自分の身を守るためにとっさにその自分の身を守ろうと思って包丁でナイフを刺したっていう場合にはこれには当たってるんだよね、えー、構成要件には当たってるんだけれどもおそらく聞いたことありますかね正当防衛っていうやつになるんですよで正当防衛っていうのは構成要件に該当していたとしてもそのようなものは違法性がなくなるって説明されるんですよね えー、つまりあの刑法として犯罪として処罰されるためには違法であることがいるんですよ、よその構成要件に該当するからといって、例えば今、私が言ったような正当防衛にあたるものとか、あとは例えば、普通に考えてみ、えー、ると、ああと思うかもしれないけど、例えば、人を殴ったら傷害罪ですよ、怪我させたらね、人を殴って怪我させたら傷害罪だけれども、例えばスポーツだったら犯罪成立しないでしょ、あれはなんでかっていうと、スポーツ行為っていうのが、まあ、要するに正当な行為なわけですよ。 で正当な行為であるであとはもっと言ってしまえばあれじゃない外科手術をするさお医者さんってほぼ確実に障害罪毎回やってるんだよねもう日々、障害罪ですあのやってることはだけどあれが許されるのは何でかって言ったらそれはやっぱり病院で、まあ、病院というか治療行為として正当な行為だとうう思われているでこのように公正要件に該当していたとしても正当だというふうに評価される行為については違法性がなくなるんですよ。でそうすると あの犯罪が成立するためにはちょっと上の方で、ね、ちょっと必要なところにいくと、厚、ま、生、あ、要件に該当していたとしても、違法性がなければ処罰されないことになります。でそうすると、ちょっと難しい言葉になるけど、違法性がなくなることを、違法性阻却事由っていいます、初めて聞く言葉だと思います、あのまあ、民事系から学習してきた方も、おそらく阻却って言葉なかなか出てこないですよね、あのざっくり言うとなくなるっていう意味、違法性がなくなるっていう事由なんです。で基本的には あのまず構成要件を満たされると違法であるという推定が働きます、その行為は。例えば人を殺したとか人を傷害したみたいな、えー、そういうことがあった場合にはとりあえず違法だということは推定されるのでどうするかというと違法ではない特別な事情があるかを検討します。 だから毎回、毎回正当防衛が成立するかどうかみたいのを検討するよりはむしろあのその正当防衛が成立する場合には例外的に違法ではなくなるという感じになるので、まあ、そうすると、えー、この犯罪が成立するためには構成要件に該当してかつ違法ではない自由がないこと、まあ、そ,れれそれを難しい言葉で言えば違法性阻却自由がないこと。で一応、 あの典型的なものとしては条文ある方はえ35条でえ例えば、正当行為、これ、ちなみに1個ずつ刑法総論でどういう場合にそれになるとかやるからね、正当行為っていうのは、これは法令または正当な業務による行為、例えばですけれども、先ほど触れたような医療行為とかスポーツ行為とか、あ,あとは大体さ、報道なんていうのは、名誉毀損なんて普通に行われるわけですよね、名誉毀損になる可能性もあるけれども、例えばそれなんかも正当行為になりえる。 あとは正当防衛これは36条にあったりします36条で九百、えー、不正の侵害に対して、えー、事故または他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為などについては違法性が阻却されるじゃあ違法性訴却されました。あ、されませんでしたじゃあ、ね、正当防衛とかがないとしてももう一個これクリアしなきゃいけないことは、まあ、例えばですよ、えー、私が人をナイフで誰かを刺してしまったで刺してしまったうえで、ー、さっき言ったような その違法性を訴却するような正当行為とか正当防衛とか成立しないけれども犯罪が成立しない場合ってあるんだよそれは何かって言ったら、まあ、今は私無理ですけど私が例えば13歳だった場合13歳だった場合どうなるかっていうと刑法41条があるんです14歳に満たない場合には罰しないんですよ なので例えば、まあ、そのこれで刑事未成年者っていうんだけど刑事未成年者がやった場合には罰しないしあともうちょっと踏み込んで言うともう一つ重要なのが、まあ、私が成人であったとしても例えば重度の精神障害を負っていると、えー、重度の精神障害を負っていて自分のやってることとか行動制御についてができない状態でそれで人を刺してしまったっていう場合には。 これはまあよくねニュースとかだとまあこれなんかいろいろとねあの被害感情とかでそういう話題になったりすることもあるけれどもその時には心神喪失ってやつになるんです、えー、これも条文で39条1項にあって心神喪失者の行為は罰しないってされてるわけそうするとまあ心神喪失ってどういう状態かっていうとまあ自分のやってること まあ是非が弁識できない状態になっているかまたはそれをコントロールできない状態になっているような場合にはこの心に喪失として処罰されますでこれは何で処罰されないかっていうとそういう人は責められないんですよ例えば刑事未成年者というのは端的にまだ未熟なわけですよだからまあ善悪の区別というのが不十分だからそのような人に対して刑事罰を出すことというのは責められないという形でえこれは責任がないとされるんですよ責任がないとされるんですあとは同じです その例えば、精神的な障害を持っている方についても全く同じなんですよ、精神障害を持っている方がどうして、そのその時ね、行為時に精神的な、えー、心身喪失状態になっている時に罰しないのはなぜかとったらその時のことを責められないんですよ、どうしても、えー、あくまでも刑法で罰するということは、その人に対する非難ができなきゃいけない、なので、えー、この責任を訴却するようなことがあった場合には、えー、これは、えー、違法性が訴却されるということになります。 であとはね、これは勉強を進んでくるとすごくあのなんかいろんな学説みたいなのがやっぱ刑法があるんですよで、いろんな学説みたいな刑法があるので、その中でいろんな体系的な区別とかとかね、そういうのはまた、えー、追って学習していくことになるんだけれども、えー、もう一つ最後に、まあ、これはあの成立犯罪が成立しない可能性があるものがあって。 私が例えば今度は傷害罪とかでいきましょう私が誰か人を殴って怪我させちゃったとしますで人を殴って怪我させちゃったんだけれども殴った当時私はそれを人形だと思ってたとで人形だと思い込んで怪我をさせたっていう時に私に傷害罪成立するかっていうとやはりこれ成立しないんですよねどうしてかっていうと分かってやってるから非難されるのよ。 えつまり人形、まあ、もちろん人形を殴れば別に器物損害罪になる犯罪類型はあるけれども少なくとも例えば私は人形を壊そうと思って殴ったところ、えー、手を挙げたところそしたらそれが人だったってことよねそうすると何、まあ、で私たちって処罰されるかというとこれはまた、ね、あの一個一個覚えていくことを、まあ、今、ダイジェストで話してるんだけどあの故意責任と言われていてあの要は自分がやっちゃいけないってことが分かっててにもかかわらずあえてやるから刑事罰の対象になるんです。 えつまり私たちは刑法という形でこういうことしちゃいかんよっていうのが法律上与えられているわけよ、えー、例えば人のものを取っちゃいけねえよっていうのは何でって言ったらそれはなんか道義的な問題とかじゃないでしょもう刑法に書いたんだと、えー、だからやっちゃいかんのだっていう,でいう話じゃなんですそうするとそれをまあ刑法をまあ知ってる前提になっちゃうけどそういうことはやってはいけないと、まあ、いうことを規範として与えられているわけ私たちは。 まあもちろんさっき言った道徳的規範みたいなのもあるかもしれないけれども少なくともえまあこういうような法に触れることはやっちゃいけないって規範が与えられていてで引き返す道が必ずあるわけだよ今私は人のものを取ろうとしているとか今私は目の前の人を怪我させようとしているっていうこと一回直面するじゃんでそういうことはやめとこうって言えたはずなのよだけどやめとこうって言わずにあえてそこを乗り越えていってるわけですよね でそういうものに対してやっぱりそこは刑事処罰の対象とすべきだっていうのがその刑法の故意責任の本質ってあるんですよなんかその難しい言葉で言うとなんか、ね、反対動機規範に直面して反対動機やめようっていうねえ反対動機を形成可能だったにもかかわらずそれをあえて乗り越える動義的非難みたいなね、えー、そういうふうなのがあってそうすると故意がないものは処罰できないってことになりませんでこれは言ってみれば責任の一類型って考える見解が結構有力だったりします 言ってみれば故意がないってことはその人に対して非難できないわけですよ。なので、えー、この場合、まあ、この故意についても同じように検討されるそうすると、まあ、犯罪が成立するためには3つのステップがあって一つは構成要件に当たること構成要件に当たるっていうのはこの3つね実行行為が存在していて結果との間に因果関係があるということが必要になる。で で実行行為が、あのこの構成要件該当性が認められたら今度は違法性訴却自由で一般的に違法性訴却自由って何だっていう話ですがこの2つの違いはあの、ね、客観的な面か主観的な面かっいうイメージですつまり正当防衛行為とかお医者さんの医療行為とか、まあ、もしくはこのあと勉強する緊急避難とかもあるんだけれどもの行為の性質上ですよね。 行為の客観的性質上その人に対して犯罪を成立させるべきではないような社会的な相当性がある場合なんです。というイメージつまり、まあ、これもいろいろ諸説あるんですよ。えー、行為の、えー、客観的側面というあたりが、まあ、結構重視されることになります。まあ、これはね 社会的相当性のある行為は罰すべきではないというのがまあこれがまあ違法性という概念なんですよざっくり言うとねと、えー、いう概念なんですよでそれに対して責任とは何ぞやっていうと責任というのはそれは主観的な個別的な非難可能性なんですよそいつ責めることできねえなっていうねだからどちらかというと違法性阻却自由というのはどちらかというとその状況を見るんですよ でその時にこの人に対して刑事罰を与えるような客観的状況にないなと呼ばれるものについては違法性がないということになるででそれに対して責任というのはそいつを責められねえなという場合です、えー、なので、後、え、遺、ー、者の主観的側面という感じですかね。ちょっとお決めします でこれはやりはくり避難可能性というのかな。ということになります。であの先ほど言った故意というのもこれはあの今までなんか刑法をちょっと触ったことがある人は故意とは何ぞやみたいなね、えー、そういうちょっと複雑な議論があったりするんですが、まあ、あの私の講義の中では故意、まあ、は故意として勉強しますけれども、まあ、一応、責任の勉強をするところで触れます。 あのイメージとしてはその責任とすごく似てるでしょう、責任的な要素というのが非常に強いので、えー、講義の中では、えー、この恋というところですね、こちらね、えーまあ、恋というのを一応、ここの中で扱っていくことにいたしますということですね、すみませんこれはあの聞き流してもいいんだけどあの、勉強進んでくると、この恋というのは、構成要件なのか、責任なのかみたいな問題が出てくるのよ。つまり例えば ね、その構成要件というのは主観的な構成要件としての故意というのもあるとで責任要素としても故意というのがあるといって故意が、ね、この構成要件になるのか責任になるのか場合,に場合によってはその2つの両方の側面があるのかみたいなそういうちょっと体系論的なあの対立があります。ただ 入門講座で特に重要なのはあのそこの学説に踏み込んでいくよりはあのもう特に最高裁判例があるようなものについてはどういうふうに判例が考えているのかということを、まあ、具体的な、ね、判例の事案とかを使って処理していくことが大切なのでそこの体系的なところというのは入門の最初の段階で一回置いておいて、えーまあ、一般的に学びやすいところでやっていきますので、まあ、そこはまあこの、えー、責任の中で見ていきます。でそううすると、えー、このように えー、犯罪が成立するためっていうのは何なのかで今まで私たちは、ね、犯罪って何なんだっていうのを、ね、あの見てきたわけですが端的に言うと公正要件に該当して違法で責任ある行為っていう3つですだか公正要件に該当する違法有責な行為というのが、えー、これになりますということで、まあ、ざくっとこの故意犯ですねについてちょっと見ていくと、まあ、これちメモ書き的に言うと犯罪って何なのかと。 構成要件に該当するこんな感じですね、えー、構成要件に該当する、まあ、これ順番にまず1個目の要素ね構成要件に該当するそして違法あごめんなさい違法で 有な行為類型と、まあ、この3つの要素でできていると。であとはこの構成要件該当性って何なのかっていうとこれが先ほどから繰り返している実行行為結果因果因関係なんです構成要件に該当っていうのがまあちょっと繰り返しになっちゃうけどねここでここでまとめておくとすっきりするかなと。ここについてが 実行行為因果関係結果の結びつきを見ていくということだねで。そして違法有責っていうのは何なのかっていうとこれはそき自由の検討ね。構成要件に該当する行為は違法有責であるということが推定されますからそうするとこれらについては えー、訴却自由の有無を検討していくという枠組みを取っていくことになるわけですよね。でちなみにここまでがとりあえず犯罪の累計です。まあ、ちょっと今日1回目の、ね、前半だからういうトータル的なところをやりながら一、えー、個一個見ていきますけれどもじゃあちょっと話を進めていくとですね先ほど故意ってありましたよね。その犯罪についての、まあ、これも故意って何なのかというと構成要件該当事実に対する認識認容って説明されます。 例えば殺人だったら自分が今人を殺しているってことを分かってるかどうか、えー、例えばさっきの、ね、窃盗罪だったら他人の財物を摂取するということを認識してるかどうかなんですよでこのように故意があってやってるものは故意犯といって処罰されるんですねで原則として故意がない場合には処罰されません原則はねでそれは条文上も根拠あるのよ結構刑法はね今まで民事系学習されてきた方はね条文数が非常に少ないので、えーまあ、一個一個ね確認していくといいかなと思いま38条1項にあるんですよ 刑法の38条1項ではこう言ってるんですよ、シンプルに罪を犯す意思がない行為は罰しないとということは、故意がないものについては、えー、処罰されませんでも、ただしというのがありますただし、法律に特別の規定がある場合はこの限りでないつまり法律に特別の規定があるときには、えー、犯罪の故意がなくとも犯罪になりますじゃあ、どういう場合がありますかねとでこれがですね条文だったら典型的なものとして えと例えばですよ、二百九条とかを見ると過失傷害罪って書いてあったんです。でこの過失傷害罪条文を見ると過失によって人を傷害した場合に成立します。まあよくあるのがあのまあさっきの例で言うとですね。 あの人を殴ったんだけど人形だと思い込んで殴っちゃったってケースありますよね、えー、人形だと思って、えー、手を挙げて実際殴ったわけだけれども人形を壊すつもりだったわけですよ私としてはねで人形を壊すつもりだったのに実はそれが人でその人に怪我させちゃいましたと、まあ、いう場合これは犯は成立しません結論から言うとなぜかって言ったら私,に私は器物損壊の認識がないんです 器物損壊の認識しかなくて実際傷害罪を終わったけれども傷、まあ、害罪の認識はありませんので、まあ、このあたりもね、どういう場合にあのどう処理するかというのは勉強するんだけどあのやっぱり器物損壊罪と傷害罪って全く重なってないんですよ、えー、器物損壊罪っていうのは財産犯ですよね、えー、人の器物壊しちゃめよっていうねで障害罪というのは人の身体に対する罪だから全く重なってないので、えー、器物損壊の認識で例えば傷害やっても私は傷害罪にならない まあ、さっきの話でいうとこれだよね犯罪の故意がないってことになりますですが、えー、ただ私はその普通に気をつけてれば人間だって分かってたんだったらそれって過失があるってことになるんですよ、まあ、過失っいうのはいわゆる注意義務違反です え普通に注意していたらそ,のそれが人形じゃないって気づいていたかもしれないでもそれをえ要するに注意義務を怠って人だっていう,ふうにあ人,人形だっていうふうに軽心してねやってしまった場合にはこの219条になるんですよ過失によって人を負傷した場合ということはこれって故意がある場合には故意犯が成立しますでこのように原則はそれなんですよ、えー、つまり 故意がある場合には原則的類型としての故意犯が成立します。で、そして故意がない場合には過失犯という類型になる。これは、 特別の規定が特別の規定がある場合のみということになりますけれども、特別の規定がある場合には過失犯というのが成立することになります。で、そうすると、まあ犯罪っていうのはまあ大論的なところを言うと。 この構成要件に該当する違法有責な故意類型を指しているんだけれどもそこをもうちょっと踏み込んでいくと故意がある場合には故意犯というのが成立して故意がない場合には原則犯罪は成立しないんだけれども例外的にその特別の規定がある場合には過失傷害罪とか過失致死罪とかで、まあとというこす、まあ、特にこれは全然余談ではありますけど過失案で一番多いのは交通事故、えー、要するに交通事故で人をねちゃったという場合人を跳ねようという認識がないからね。 普通に運転してて、まあ、飛び出してきて跳ねちゃったとかっていう場合には大体、過失罪ですね、まあ、とか業務上過失致死罪とか,なんかそんな感じで過失犯が成立するってことになりますで一応、ここまでのところはまずねあのしっかり押さえておいてほしいところで,でこれから今日の講義の中では構成要件から順番にまあやってて今日はまあ構成要件中心ですけれども違法性責任故意、まあ、ですねっていう形でまあ勉強していくんですが体系ってどこへの体系やってるかっていうのがすごい重要。その 今やってるのはこの部分、だから今日このあとすぐ因果関係ってやるんですけど今、この構成要件っていうところの中のここやってんぜっていうことを常にまあ全体のマップとして持っててほしいので、まあ、1ページ目のところで一応ここにわーっと書いてあります、でなのでこれ、今の段階で完璧に分かってる必要はないんですよ、今の段階では完璧に分かってる必要はなくてえが,がっつりやっていって、まあ、刑法総論の講義が終わった段階でここに戻ってくればここに書いてあること全部分かるよねってなってればそれで目標達成という話です。 でで一応、なのでこの下の恋の話、この米印の恋の体系的位置づけにはというところですね、ここの部分については、復習する際にもそ今の段階では気にしなくていいです、あの意っていうところを勉強するところで、えー、ここはしっかり勉強していくので、今の段階では、そんな恋があるときに恋意っていうぐらいのイメージでいいです。でじゃああとはです、ね、じゃあ、因果関係、今日勉強していきますが、因果関係っていうのは、なんで重要なのかというと、例えば実行行為が、例えばですね、 えー、行われて結果が発生しなかった場合はどうなるかというとこれは、ね、未遂というのが、えー、これも条文でちょっと紹介すると、まあ、未遂を罰するっていう規定がなきゃできないんだけれども、えー、この、ね、43条で未遂犯というのがあるんですねでこの犯罪の実行に着手してこれを遂げなかったものはその刑を軽減することができるとされていて、まあ、実行の着手はあるんだけれども 結果が発生しなかった場合には、まあ、未遂犯処罰規定がある場合に限ってななんだけれども、えー、未遂になりますだから例えば殺人なんていうのは殺人未遂とかよく、まあ、ニュースとかでもありますよね。ということは例えば私が実行行為に当たる危険な行為を行ったんだけれどもその結果、人が死ななかったという場合には,これは実行の着手はあるんだけれどもつまり実行行為はあるんだけれども結果が発生しないから殺人未遂罪になります。 で仮にこれ怪我しててなくても同じです例えば拳銃とかでその人を撃ったんだけど弾がそれて当たらなかったでも立派な殺人未遂だからね、えー、その人に対してもう銃を撃った時点でもう死ぬ危険性の高い子をやってますからでそれで死ななかった場合にはまず未遂になるんだけどもう一つ重要な未遂があるのよさっき私が触れた因果関係の例で、えー、私が例えば人をまあ刺してしまってでそれで、えー、その人が病院で運ばれて で、およそ起こり得ないような。特別な自然災害が起こって、その自然災害に巻き込まれて死んじゃった。という場合には通常因果関係なしとされるのよ。まあ、むしろ私が切りつけたから、というよりはその自然災害で亡くなったっていう方が強いでしょ。それで因果関係なしとされるの。そうするとどうなるかって言うと、私は実行行為やったけど、因果関係がある結果がないから結果不発生なんですよ。とすると実行行為と結びつく結果が発生してないから、やっぱり未遂になるのよ。 なので、未遂になる2パターンのうちこの2つ目のパターンが結構問題になります、えー、この実行の着手が必要になるけれども実行の着手後に結果が発生しなかった場合と、まあ、結果との因果関係が否定される場合には未遂犯ということになりますなのでこの因果関係があるかどうかというのは未遂がある犯罪、まあ、これは、ね、重大な犯罪には未遂がそれなりにあるので、えー、未遂のあるものについては 因果関係のありなしっていうのは、未遂か既遂かを分ける、えー、ポイントになることが多い。例えば先ほどちょっと私が触れて、まあ人を刺して死なせちゃったっていう場合であっては、えー、これ因果関係があれば殺人のまあ全部やった場合既遂って言います。 殺人の起遂なのかそれとも因果関係が否定されて未遂になるのかという議論の中で出てくると、まあ、いうことになりますでそうするとまあなんか抽象的な話ばっかりやってると、ねえー、どうなんだというところもありますから、えー、今日はこの1時間目というか 1, 1コマ目の前半の講義で、まあ、できれば因果関係の触りというのをちょっとやってみようと思っていてじゃあまあ因果関係って何なのか次の2ページのところですね、えー、まあ原因と結果の関係です、もうシンプルに言うと。 実行行為と結果との間にある一定の原因と結果の関係のことを因果関係と呼んでいますこれは定義ですからしっかり見ていきましょうで特に重要なのが未遂犯の処罰規定がある場合には実行が着手がなされて結果が発生しても結局因果関係が欠けていればその犯罪は未遂になります これはもちろん未遂犯の処罰規定がある場合っていうことです、さっき言った話ですねあの原則としては未遂を罰するって規定が条文にあったりするんですよ、えー、未遂をやるときはね条文ある方は44条に書いてあります条文ある方は、まあ、未遂を処罰する場合は各本条で定めるって書いてあって、まあ、条文で定まっている場合に限って未遂ってのは処罰されます。だから特にに条文に書いいいててななときは未遂ってないんですよ まあこれはちょっと後々勉強するけど例えば横領罪とかは、ね、条文探しても未遂という条文がなくて横、まあ、領だったら横領未遂というのはないから横領の例えば結果発生しなかったら犯罪は成立しないことになります未遂がないからね。ということだからこれはまあ未遂犯処罰規定がある場合か これは刑法の44条で規定されているということになります。で、で最初に因果関係を今日は勉強するところなんですが、何気にこの1回目の前半でかなり重要なことをやります。あのこのこの因果関係の処理ができるかどうかっていうのは、この刑法のもうその処理っていうのかな犯罪の処理をする上で結構重要になります。で、で特にあの構成要件、該当性って今勉強してますわね。あの全ての犯罪の検討でいるわけよ。 だからもう避けて通れないのでここはちゃんと理解していく必要があってで考え方はいろんな学説があってね2ページから、えー、さーっとなんか条件説とか相当因果関係説とか、えー、危険の現実仮説など書いてありますが基本的には皆さんがあの学習していく中であの今、判例がとっているのはこの危険の現実仮説ってやつです。 もなので、あのこの危険の現実仮説というもので、えー、実際に事例を処理したりとか、まあ、場合によっては、ね、あの論基礎騰練であったりとか、まあ、これからの論文対策の中ではこの危険の現実仮説というやつを実際に、まあ、理解して書けるようにする必要があるということになりますでまず、ね、この上2つの,あのものについてはあの後々になってまた勉強していきますがこの1の見解だけちょっと触れときます。あののの見解っていうのはこれ、ね、条件説って呼ばれるもので あの因果関係の中で結構古典的なね考え方なのよ。あのキーワードが条件関係っていうのがあれなければこれなしっていう関係なんです。ええー、まあ例えばあれがなかったらこれはないだろうという関係、これを条件関係と呼んでいて、で条件関係があれば因果関係ありっていう見解なんですよ。だつまり例えば一般的に例えばえ首を絞めて人を殺してしまったっていう場合だったら首を絞めなかったらその人死んでないよね。えー、首を絞めなかったらその人死んでないと。 で私がどこかにまあいろんな犯罪やってますけど火をつけてどこか燃やしちゃった私がその火をつける行為をやってなかったら燃えてないよねとつまりあれがなければこの結果が生じなかったって関係があれば因果関係を認めましょうっていうのが条件説なんですでただこの条件説っていうのは基本的に全く支持されてないんですよなんでかっていうと因果関係はほぼ無制限になるの。だ例えばさっきのおよそありえないような事故で亡くなったってわけですね まあ私が人を怪我させて搬送先の病院まで行ってで搬送先の病院でえ例えばねもう何,何,何十年に一度みたいな自然災害が起こってそれで巻き込まれて亡くなったとしても多分私が殴ってなかったらそこの病院いないからねその人え私が殴ってなかったらその病院行ってないからあなたが殴ってなかったら結果が発生していないでしょうならばえ因果関係あるよねってこともされちゃうんですよそうするとほぼすべての介在事情異常な介在事情があってもあなたがやってなかったら ね、この発結果なかったよねってことが肯定されちゃうから大体いいこの条件説っていうの立つと因果関係が無制限にされちゃうのでまあ支持されてないというかね、まあ、無理がある見解なんですよでじゃあどういうふうに考えているかっていうと条件関係をどれだけ絞ろうって話の条件関係だけにしちゃうと結局は条件関係だけだと因果関係無制限に広がっちゃう。 だからその条件関係を一定程度の、まあ、ふるいにかけるというのかな絞りをかけることによって妥当な判断できるようにしようというのが、まあ、このテーマとしてあってねでその中で判例が取っているというのがどういうものかというとあのまず条件関係があることが前提です。 もう条件関係がないものについては、まあ、因果関係はまあ否定しちゃって構いませんでただほとんどの場合さっっき言った条件関係ありますから、まあ、条件関係が存在することを前提に実行行為の危険性が結果へと現実化したかという判断なんですだから例えばです、ねえーまあ、例としては例にあるけれども、まあ、これは特になんか問題にならない事例なので例えば頭を力任せで角材でボコンと殴る声があるます 角、えー、材,材で、えー、頭部を力任せて殴打する行為でその人が亡くなったという場合にはまず実行行為にまず危険がつ喪失されてると一つはね実行行為によって結果発生の危険が作られたということをまず検討します、まあ、そうするとこれどうなるかというと頭を角材でバチンと殴る行為というのはそもそもこういう危険性があるよね。 頭部障害に起因すすする死亡結果ををもたらす高度の危険性を持っていますということはその頭を角剤で殴ったっていうこと自体で頭に障害が受けてそれで死ぬっていう危険が喪失されてるのよそしてこの危険がその通り死んでるんだよねもしそうであればその、えー、作られた通りの危険通りの死に方をしてるとつまり喪失された通りの死亡結果が発生したとなるとこれでその危険が現実化したんだっていうことになるわけです 条文に書いいてないけど要するに要件としては2つなんですよ危険が作られたことその危険が結果へと現実化したことっていう2つが満たされればいいとでで特に問題となるのが、まあ、今日はさっとやってますけどあの介在事情っていうのが入る場合なんですで今日は早速ですけどもあの因果関係イメージは湧いたかしらね あの実行行為によって何かの危険だから例えばそれ別に覚材じゃなくても何でもいいわけですロープで首を絞める行為についてはそのロープで首を絞めるっていうことによって、えー、その人が窒息に基づいて死ぬ危険性の高い行為だよねとでその結果窒息してるんだから危険が現実化したよねっていうふうに判断できますでじゃそれに対してですねじゃ問題になるのは介在事情がある場合で、まあ、いくつか練習していきますがあの判例のやつね事例解説集の判例で一個ちょっとね例を出してみます まあどういう問題の所在なのかなというのが分かるとたぶん、ぱっとイメージ湧くので今日おそらく、ね、3つ4つやってみて休憩後にそれをまとめましょうみたいな感じに、えー、なっていきます。解説中の2番かな解説の番で、えー、高速道路侵入事件とかあってこれは非常に有名な判例でどういう事件かというと、まあ、大体、刑法の判例やっていくとね ななんとなくなんかし沈みがちな事案ばっかなので、まあ、そこはもう,、ね、もう割り切っていくしかないですね、えー、このコウというのが被告人です、えーまあ、いわゆる被告人らが被害者の A を、まあ、公園に誘い出したんです、えー、公園に誘い出して、えー、深夜2時間にわたって激しい暴行を繰り返しましたで激しい暴行を繰り返した上えー、マンションの居室に、まあ、場所を移してさらに45分間ひたすらにボコボコにしたという事案なんですよね でだから、まあ、<laughs> えマンションに移動する後も含めると大体3時間弱かな、えー、3時間弱複数の人が、えー、この被害者をもう寄ってたかって暴行を加えてたた、そしたらマンションの中に、まあ、お客さんが来たと、えー、玄関のドア、えー、を開けて来訪者が対応していた、その間に何をしたかというと、被害者は隙を見てマンションから逃げ出したんですね。でマンンションかからら逃げ出したたんだけれれどもその10分後にに追跡から免れるために 高速道路に入っっちゃったんですこの人、まあ、言ってみれば追いかけられちゃうからい捕まったらまた暴行を振るわれるからなんとか逃げようという形でマンションから8 0 0ル離れた高速道路を乗り越えて入っちゃったんですよで乗り越えて入っちゃうと、まあ、普通高速道路に生身の人間が入ったらどうなるかって言ったら普通運転手気づきませんから引いちゃうんですよねでその結果高速道路を走行する自動車に衝突されて後続の自動車に劣化されて死亡したという状況なんですでこの時問題となっているのはこの特殊な滞在事情が入っているよね 何かとというとこれですわ被害者自身がマンションのから離れた高速道路内に入ってますでそうするとこれって、まあ、因果関係がこの被告人らの暴行だよね3時間半の暴行によってこの人死んだって言えるのかですでこの事案ではちなみに殺意がなかったんでまだ勉強してない犯罪だけど傷害致死罪ってやつで起訴されたんです 傷、まあ、害罪やって死との間に因果関係があるときには傷害致死罪というのが成立ですで検察官は傷害致死罪で起訴したんですよつまりこの人たちが寄ってたかって暴行してで寄ってたかって暴行した結果これ死んだんだとでで被告人は何を争ったかといったらいやいや因果関係ないでしょっていうつまりこれは死んだのは私たちが暴行私たちが被告人だかね暴行を振るったからじゃなくて被害者が変なことをやったからでしょと。つまり ね、高速道路に飛び込むって普通に考えるともう危ない行為なのは、まあ、周知の事実なわけですからそういうことを行ったせいで死んだんじゃねえかっていうだから因果関係ないよとだからせいぜい傷害罪にとどまると傷害してことは認めるけれどもそのせいで死んだわけではないよって言って真っ向からされたで裁判所はどういう判断をしたかというとこの危険の現実化ってやつを使ってやっぱり処理してるんですよじゃあ実際少し見ていくとまずね えー、あでその前にごめんなさい、でじゃこの介在事情があったときにどう処理するかっていうのも、少しねあの、確認してからの方が分かりやすいと思うんで、ちょっと、えー、とごめんなさい、こういう面が戻ります。まあ、一般的にこういうふうに言われてます、あのー、2ページ、これですこれで何個2、3個やるとすっきりする、要するに介在事情があるときには、まずね、こういう感じなんですよ、まあ、実行行為があって、あ、ごめんなさい。 まあできれば、レジュメで一元化できるような形でまあ書いちゃいますので,で、それでまあこういう形で、何らかの結果が発生してるわけですよね。結果が発生してるんだこの間に、あざい事情というのがあるわけですよ。例えばですけれども、さっきの例でいうと、実行行為は何でしょう 実行行為は寄ってたかってボコボコにする行為ですで、介、えー、在事情はひあの被害者が高速道路に飛び込んだ侵入したって,いうっていうことでしょそうするとこの介在事情っていうのが間に入ってくるときどっちが要するに結果との因果性が強いかって見るわけですでこのときのファクターとしては実行行為の危険性が高,い方高ければ高い方がその危険の現実化を認めやすいで まあこれねよく私がまあ触れると実行行為の危険性が高いかどうかということでそれともう一つは、介在事情が異常かどうかということつまり、介在事情が異常であればあるほどそっちで死んだということになるわけですよでそうすると、ここにある通りですけれどもまあ行為の危険性の程度まずこれはこっちですねであとは、介在事情の要件このあたりを判断要素します。つまりここで言ううとまあ実行行為っていうのが これ、実行行為の危険性ですね。行為の危険性、それで、介在事情については、これ、清湯っていうのは、そっちで死んだんじゃねえってことです。 あの簡単に言うと、海在事情が死に寄与しているかどうかというとこと、あとはやっぱり異常性という感じですかね、えーまあ、でこの2つを相関関係で見ていくという感じです。だから、どちらかというと、これは、ね、総合的に評価することになります。えー、危険の現実かと言えるかどうかという判断をしていきます。 でまあ、ここにあるとおりこの実行行為の危険性が大きければ大きい方がプラスに働きます実行行為が危な,い危なければ危ない方がプラスに働くでであとは、海外事情の機与度とか、えー、もしくは海外事情の異常性が高いと海在事情の機与度とか異常性が高い場合には、えー、むしろ海外事情の方で死んだんだろうという形で因果関係を否定する方向に持っていくからそうすると皆さんが例えば、ね、事例問題とかで論文を解くきには、まあ、の判断基準を書かなきゃダメ ですその結果発生に現実化したらどうかということをまず判断すると、で介在事情がある場合には、まあ、行為の危険性の程度とかをまあ判断しますよと、この枠組みをまず示して、あとは実際にじゃ これが本当にどうなんだってことは、まあ、いこは検討すするわけで,すで当然これって自分でゼロから生み出すことはできなくてじゃあ、まあ、いろんな事例問題だったらどういうのが出るかっていうと、まあ、最終的にはいろんなね初見の問題できなきゃいけないんだけど、まあ、通常予備試験司法試験、まあ、ロースクールの入試とかであれば大体いい見,見たことがある判例をアレンジします。 なのであの,あの判例ではこういう,ふうな判断過程を経てこうなってたなみたいなことをある程度頭に入れててそれをまあベースとして考えていくということになるからあの他のなんか科目と違うのは民法とかだったらねとりあえずなんか判例の結論だけ知ってれば OK というそういう,ふうなことはそれなりにあったんですが刑法はどんな事例だったかということを頭に入れる必要があるだから例えば高速道路侵入事件だったら今あったような事実関係の下でこれから勉強するけどこういう,ふうな判断がなされている。 だからじゃあ似たような事例が出たらそれをトレースする形で書いていくということが必要になるんですよね。じゃあまずこの判例のやつをやる前にじゃあこれでちょっと実際さっきの高速道路進入事件考えてみましょうか。で結論からするとあれは因果関係認めたんですよ。どうしてかというとねまずこの実行行為っていうのはどんな危険があったかでここで気をつけてほしいのが、まあ、これは最初だからねあ何言ってんじやってこともあるかもしれないみんなで寄ってたかって殴りつける行為は 死ぬ危険性が高い行為だ,だと抽象的すぎてダメなんですなんでかって言ったら結局さ最後人死んでんじゃんここでだからもし仮にこのみんなで寄ってたかって殴る行為はおよそ人が死ぬのに危険な行為なんだで実際死にましたってことになったらそれ危険が現実化しちゃってるから事の意味がないでしょうなので基本的には実行行為これは最高裁っていうかねあの裁判所の考え方も同じでこの実行行為の危険性は一定程度具体的に書く必要があるんですよ で実際に起こった経過を、まあ、イメージするといい例えば最初だからちょっと触れるとね深夜とかに夜中に人の家で数時間にわたってボコボコに殴ったわけですよねそういう人のその行為ってどういう行為かそれで殴られて死ぬっていう危険じゃなくてその人が逃げ出してパニックを起こして変なことをやって死ぬ危険性が高い行為なんですよ。 でそれはさもちろん、まあ、考えてみたら、ね、密室の中でいつ終わるかわからないような状況でボコボコにされる行為っていうのはそれ自体で死ぬっていう危険性ももちろんなくはないけどねそれ自体で死ぬいう危険性もゼロではないけどその人が要するにパニック状態になって逃げ出して不自然な行為を行って死ぬっていう危険性が高い行為なのそれはマンションという個室内で複数人から執よにやられてればその危険性高いよねで,で実際にその通りに一応結果は流れてるのよ その通りに結果は流れているけれどもただ,被,告人のだから被害者の飛び込んだって行為ね、えー、高速道路に入ったって行為が異常なんじゃないかということですでもし異常ならば因果関係否定する方向に働くけれどもでも大体こういう時ってこうなるんですよこの行為って被告人じゃなくて被害者が飛び込んだというかね高速道路に入った行為って何でかというとそもそも実行行為に誘発されているのよ。 り実行行為と無関係にちょっとその人のなんか精神的な,なんかそういう先天的なものとかで飛び込んだとかじゃないでしょその元々、被告人らによって暴行脅惑を加えられて執要に行われたことでその不自然な行為が引き起こされたんでしょうただ全然異常じゃないじゃんってそうするとこの行為の危険性は高くて、えー、そして、介在事情の異常性はキーワード、誘発被告人らの行為に誘発された行為なんだから異常性は低い。 したがって実行行為が結果へと現実化したというふうに言えるよねという感じで因果関係をするんですだからもし因果関係を否定するのであればその異常性が極めて高いような行為というのが因果関係を否定するんだけどじゃあ大体どういうものが因果関係を否定されるかあのやっぱり誘発性がないものが多いつまりその被告人らの行為と全く無関係突発的に行われたような行為というのはやっぱり異常性は高いとされています。じゃあ 実際にそのイメージをちょっと持った上でねえね結界と現実さじゃあさっきの判例をちょっと見てみましょうかそうするとやっぱりこういうふうに言ってるんですよ A が逃走しようとして高速道路に進入したことは <coughs> それ自体極めて危険な行為であるというほかないと。ただしこの A らは 長時間かつ必要に暴行を受けコーラに対し極度の恐怖感を抱き必死に逃走を図る過程でとっさにそのような行動を選択したと言えるとそうするとこれってやはり異常性は少なくないとその行動がコーラの暴行から逃れる方法として著しく不自然相当であったということはできないつまり、海在事情の異常性ってのはやっぱり少ないよってことがここでは示されている実行、まあ、行為の危険性とかはあの判例によってはあまりね その言わないケースもあるんであのである程度補っていかなきゃいけないけどここについてはとりあえず、開催事情としての異常性は低いと。低いつまりやっぱりねこれコーラ。 誘発されてるっていう側面があると言えるかなというところです。で、いくつか有名判例、今日やっていきますが、この誘発型っていうのは結構多いんです。被告人が、まあ、もしくは、その被告人らの不適切な行為によって。なんか特殊な介在事情が生まれるってことは、そんなに珍しい話じゃなくてですね。えっ、ー、とね、レジュメで言うとですね、レジュメでごめんなさい、えっ、ー、と、判例で言うと、一番。ちょっと戻っていくと、これなんかもさ、なんとなく似てるのよ。<laughs> え、これ夜間潜水事件で、ね。 であと全然あの関係ないけどあの上にさ事件名みたいなのちょこちょこつけてるんですね抗議メモとかで熊内事件とか、き逃げ事件米兵ひき逃げとかあのこれはあの判例の名前というのは別に覚える必要はないけど刑法ってとにかくあの事例と半死っていうくっつきが重要になるんだよね。 なのでこの事例ってどんな事例だったかなって紐付けるときに軽く事件名を例えばねあの入れ頭に入れておくとパッと思い浮かびやすいのでとりあえずなんかあの便宜上ですけどね、まあ、結構、一般的なものでは、まあ、全部なんとか事件という名前がついているのでその時にはまあ夜間1番だったら夜間潜水事件2番だったら高速道路侵入事件みたいにその事件を聞いたときにどんな事件だったかなということを、ね、大体復習できるようにしておくといいかなと思います。でじゃあちょょっと見てみましょうか夜間潜水えこれはね スキューバダイビング夜間でのスキューバダイビングで指導者があの受講生見失ってどっか行っちゃったっていう事件です、矛的に言うとで、その結果、まあ、皆さんなく全員亡くなっちゃったんですね、どういう状況だったかというと,、えー、と、海中裏における夜間潜水の講習指導中に指導者の子が不用意に、えー、受講生 A らのそばから同人らを見失だった,だったで、これがまあ実行行為です。まあ、今回ここれはあの過失犯ってことになりますけどね 不容易に至ったとでこれがまあ実行行為になっていてで A らとともに沖に流された補助指導者 B は海ではぐれた場合は上に上がって待機しろと注意されてたでこれはあのスキューバダイビング、まあ、私はあんまりやらないんで分かんないけどあの指導者から見失った場合にはここにある通おり、まあ、一般的にすぐ上に曲がれというふうにまあ指導されてたんでしょうねにもかかわらずこの、まあ、A と B みんなはぐれちゃったんでパニック状態になっちゃったんですよ。 でどうなったかというと弧を探し求めて水中移動を行っているとだから上に上がるのが本来だったんだけれどもこの弧を探し求めて、えー、海沖に向かって水中移動を行い空気の短縮が少なくなっているにもかかわらず水中移動を指示したでこれによって受講生たちはみんな上に上がるのが本来なんだけどその B かなその指導補助者の B が水中移動するってことを指示しちゃったもんだから、まあ、みんなで水中移動してそのまんま空気使い果たしちゃってそのままみんな亡くなっちゃったと、まあ、いう事案なんですよそうするとこれってまず実行行為っていうのはこの離れた行為だよねでそして死亡したっていう結果らしきものはあるよねただこれが因果関係あるかどうかっていう時にはこの青い部分が特殊事情としてあるわけだよ開催事情つまり不適切な水中移動むしろそっちで死んだんじゃないって話になるわけそしたらやることシンプルじゃん あのやることはさっきの、ちょっと戻るけれども、こっちも同じで、実行行為はこれね、この赤い部分が実行行為です。ごめんなさい、慣れるときは、慣れるまでは、例えば、全部のものに私はやらないけど、実行行為結果と、介在事情ってこんな感じで、線0分けとくと分かりやすいね。ここ高速道路だったら赤いところが、えー 自己行為でそして今マーカーを引いたところが、えー、結果で青いのが開催事情でそうするとこの赤の危険性と青の異常性っていうのを見るってことになるよねでそうすると一番もちょっと戻るとね一番も結局こういう感じですよねで最終的には強硬状態に陥り溺死という状況ですじゃあ実行行為の危険性はこれはやっぱりどんな危険が喪失されたかですまずは。 あの因果関係やるときには危険喪失がスタートでしょ、じゃあこのように、じゃあ、夜間潜水、そのスキューバの指導中に見失う行為ってどんな行為かというと、溺死するっていうのはそれは広すぎる、だってなんでもありでしょ、夜間潜水で見失っちゃうと溺死する危険性が高い行為だったら、どんな事情が入っても溺死すれば、事件実化ってなっちゃうでしょ、なので、反、まあ、例の考え方に従えば、この行為っていうのは、だからある程度、事後的に神様目線にならざるを得ないです、そこは危険喪失の部分は。 このような見失う行為っていうのは、その、えー、指導者がいなくなってパニックを起こした不適切な移動によって死亡する危険性が高いんです。ということですね。えー、まあ、言ってるや、そこはある程度、は、抽象化は少しは必要だけれども、そこはもうなんか塩梅っていうのは、その辺はなんか慣れてくると分かっています。この行為っていうのは結局、まあ、ちょっと少しだけ一般化すると。その指導者から、指導者がいなくなってしまうと、受講生らが不適切な行為を行って死亡する危険性が。 ある行為だよねだって指導者がいないんだからでそしてその危険性は高いよねだってもうねそのスキューバダイビングで指導者がいないって状態なんだから不適切な行為を行って死亡するってことは十分その危険性が高い行為だよねで現にそういう経過をたどってるのよじゃあ滞在事情としてこの人たちが、えー、その夜間の,あの水中移動をしているってことですねこの,いこの不適切な行動が異常かどうかを見ればいいでこれは当然異常ではないんですなぜなら誘発されてるからね この赤い行為によって青が誘発されているでしょうならばこれは異常性が低い行為だから因果関係は肯定されるとで、まあ、実際このように実行行為を特定してるでしょう、えー「校が夜間潜水をしている間校が夜間潜水の講習指導中受講生らの動向に注意することなく不用意に移動して受講生らのそばから離れ同人らを見失った行為はどんな危険なのか具体的に書いてる」指指導者からの適切な指示 誘導がなければ事態に適応した措置を投ずることができない恐れがあった A をして、えー、海中で空気を使い果たしひいては適切な措置を講ずることもできないままに溺死させる結果を引き起こしかねない危険性を持つものなんだとつまり喪失された危険を具体的に示すってことだで実際判例もこ,これ結構言ってるでしょただ溺死するとか言ってないじゃ、線はね溺死だけ線引いたけどここまではっきり言ってんじゃん。 ということはここで喪失された危険どんな危険が喪失されたかを認定していますであり A を見失った後の指導補助者および でまあ、ちなみにこれ危険性があってしかもこれは危険性が大きくてそれでじゃ異常性どうだろうそうするとその下でハリネはこうやって言ってるわけよえ A を見失った後の指導補助者及び被害者に適切な行為を書く、えー、適切を書く行動があったことは否定できないがもうめちゃくちゃ重要なキーワード誘発されたものである 項、えー、の右行為から誘発されたものであってつまりこれは異常性がないと異常性は小さいってことるそうするとこの因果関係の考え方っていうのはあの開催事情がある場合っていうのはよくなんか私が例で挙げるのがあの滑り台的なものを上から下に水流すイメージなんですよ。 その上から下にガーッとなんか滑り台的なところで水流していってで下まで水が届けば因果関係ありみたいなイメージで実行行為の危険性って何かっていうとその傾斜角なんですよその実行行為が危険であればあるほどまあ傾斜角度が上がって水が、まあ、たくさん流れるイメージで滞在事情の異常性って何かっていうと滑り台のところになんかせき止めるようなものを置くイメージですでそれが要するにせき止めるものがでかければでかい方が下に水流れないでしょう だ結局その最後まで下、これはあくまで比喩だけどねえ上から下になんか斜面のあるところで水をバーっと流すときに下まで流れるかどうかって見るときに斜面がどれぐらい急角度かによって水が流れるスピードが変わるでしょうでそれがまあ実行行為の危険性が高いか低いかのイメージであとはその同じ傾斜角であったとしてもその滑り台のところにでっかい石を置いたら水が流れなくなるでしょうだからそれが海在事情の異常性だから、海在事情が大きければ大きい方が因果関係は否定される。 で実行行為の危険性が高いというのは傾斜角が高ければ高い方が因果関係肯定されるという、まあ、そんなイメージです、まあ、ただ、もちろんあくまでもイメージなのであのそこら辺のところはあのちょっと例として挙げておく感じにとどめておきますがじゃあ、少しあの休憩挟む前に最後に一つ、二つという感じでちょっと見ていきますが、えーとね、因果関係否定したのを見ましょうか、せっかくなので、えー、と因果関係を否定した判例って実は、ね、そんなに多くないんですわ。わ、えー 順番としては、ね、5ページになります、えー、事例問題集の5ページで、えー、米兵引き逃げ事件いう事件件です <laughs> まあこれは少しあの複雑な事情も入ってくるのであの事案と反証を押さえておくといいかな、皇、えー、が車を運転中、過失により A を跳ね飛ばした、ここまではいつもいつも通りじゃないけれども、過、え、失、ー、です過失、えーまあ、障害という感じですかねで、その結果、A は皇の自動車の屋根に跳ね上げられた。 まあ、まず実行行為を特定すると実行行為は運転中に跳ね飛ばしたという実行行為が存在していてでその結果 A は、甲の自動車の屋根に跳ね上げられたけれども甲はそれに気づかないとで気づかずに運転していたら何やりだしたかというと隣の人がそのボンネットから引きずり落として叩きつけたんですよね。 まあ本来だったらこれ自動車の運転手の人が過失で跳ねちゃった、跳ねて被害者はボンネットに跳ね上げられたんだけどそのまま運転が続けた、気付かなかったんですよ、のの跳ねた人が、上に乗っかっていること、気づかないでいたところ、同乗者、つまり助手席に乗っていた人がボンネット上にいるってことに気づいて、そのままこのボンネットから体をこの被害者を引きずり下ろして、そして死亡したという状況なんですで。この時に まあこの衝突で死んだのか路面衝突で死んだのかっていうのがまあ明らかではないという事案だったんですねでこの事案でこれはさすがに因果関係はないだろうって指定した判例ですでおそらく実行行為の危険性はありますよ車で跳ね上げる行為っていうのはそのボンネット状に乗っかってそこから引きずる落とされるような危険性はある行為だから確かにね その例えば、えー、車で例えば跳ね飛ばすという行為はその後、まあ、ボンネット上に乗っかってそれで、えー、そこから転落して死傷結果が死亡結果が生じる危険性のある行為ではあるよだけど、海在事情の異常性が高すぎるんだよねこれだってあのまさか助手席に乗っている人そんなことするとは思わんでしょうその要するになんかさっきの高速道路侵入事件とかあの夜間潜水事件みたいに被告人の行為によって誘発されたという感じじゃないよね。 どちらかというとこの同乗者の人がちょっとエキセントリックな感じになっているって話でしょだから別にその同乗者の行為によって誘発されてこれを行ったというよりは、まあ、むしろこの同乗者の行った行為自体が異常なんだとうう判断されたでこの米兵ひき逃げ事件は因果関係否定したものってそんなに多くないからとりあえず頭には入れておいてでイメージとしてはやっぱりすごく異常性を言っている、えー、例えば、ね、右のように同乗者がですね 進行中の自動車の屋根の上から被害者を逆さまに引きずり下ろしアスファルトと舗装道路上に転落させるというがごときは経験上、このように普通予想しやれることではないということですね。で、ことに本件においては被害者の死因となった頭部障害がどっちで起こったのかがわかからないとどっっちで起こったのかがわからない。 とということですねでどっちで起こったかわからないのであってこのような場合にこの被告人の前期過失行為から被害者の前期死の結果の発生することが我々の経験則上を当然予想し得られるということは到底言えないとしているんですね、まあ、そうすると因果関係を否定した判例なんですが特に今回の問題少しあの簡単に補足だけ一点するとどっちで死んだかわからないという事案だったんですよで今の段階では,これは覚えたりする必要はないですあのそうなんだぐらいでいいです。 要はこの事件だと車の衝突で亡くなったのか路面で落とされて亡くなっているのかというのがどっちか分からなかった時態なんですでで刑事裁判というのはまあ結構絶対的な鉄則があって疑わしきは被告人の利益にというのがあるんですよ疑わしきは被告人の利益にってどちらか分からない場合には被告人に有利なことを前提とするそうすると今回これどっちなのか分からないという状況なんでその衝突の時にも亡くなってたということが認定できないから。 あの、少なくとも舗装道路上の衝突で引き落とされて、頭を打ってなくなったっていうことを前提とします。いや、で、まあ、事例としてはね。で、そうすると。やっぱりここにもある通りですけれども、その、まあ、メモってところですが。まあ、どっちによって生じたのか明らかでなかった。そうすると、疑わしきは被告人の利益にから。被告人にとってより有利な舗装道路面の衝突によって生じたってことが前提になります。で、そうすると、やはり介在事情の寄与度も高くなるよねっていうのは言えると思う。その。 走行中の車両から同乗者が A を引きずり下ろした行為の機用度が高いものとなって、まあ、因果関係を否定する方向にも働くのかなというところです。っていうところが、ねででまあ、あとやっぱり、海外事情の異常性というのがやっぱり経験上普通、予想し得られるところはなくとかで、まあ、やっぱりここは海外事情の異常性が高いということから、まあ、認めたという判例になります。でこのようにまあ因果関係の問題というのは、まあ、やってみると大体同じなんですよ。 その考え方はそのなんか途中から変な介在事情が入ってきたときにその行為がどんな危険がまず生じるかをまあなるべく具体的にでもただ、全部丸ごと具体的に書くとねあのちょっと違和感はあるところだからまあちょっと抽象化する必要はあるけれどもこういう経過で死ぬ危険性を喪失したんだということをまず言ってそしてそのように死んでいるわけですよねであとは介在事情があるからその介在事情が異常かどうかというのを実行行為の危険性と合わせて見ていくわけ。 でその時ポイントはやっぱり実行行為の危険性って大体の事例だと肯定されるんですよ危ないことはやってるんですよで。あとはポイントは異常かどうかでそこはもう誘発という概念がすごく重要になるするとね,、えーとねまあ、ちょっと有名どころでごめんなさいちょっと順番で言うとあこちらですね、えー、っ 7, 番7番ですね7番で高速道路停車事件また高速かよという話なんですが、まあ、この事例もちょっと見ていきますと、えー これも多分慣れてくるとあの多分、頭で論文で書くっていうのはもちろん先かもしれないけれど頭の中でこれ何が問題になるかがだんだん分かってくるようになりますでどう処理するかも分かってきます。こうは大型トレーラーに乗っていた A に運転態度の謝罪をさせるため自社やおよびトレーラーを高速道路に止めさせて A に因縁をつけて暴行を加えたでこのこうが被告人でもともと因縁つけてなんか暴行を加えてたんですよ高速道路の路上でこの A に対して。でその後 公は立ち去ったわけ満足して、えーまあ、実際になんか因縁つけて暴行を振るって立ち去ったでそしたらまあ A これ暴行を振るわれてたほどね、まあ、まあいきなり高速道路に止められて暴行を振るわれてしょんぼりしちゃった感じで帰ろうって感じでやるんだけど鍵見つからなくなっちゃったんですよ、えーまあ、当然なんかそんな因縁つけられてればさそのパニックを起こしてさ鍵探すわけですよねで鍵見つからない見つからないって探しててで実際最終的には見つかったんですよその 殴られていた A が自社を発信させようとしたんだけど鍵がポケットに入ってること忘れて探したりしてたんだけどあ結局ポケット見つかったじゃあ帰ろうって形で発信するわけですでもそれ発信がすごい遅れちゃってるんですよだからその後後続車が後ろから突っっ込んできちゃったんででちゃたすよなん、まあ、だか高速道路で止まっててイメージ湧きますかねそれでまあ小競り合いというか暴行があって加害者逃げたんですよで加害者が逃げて被害者の人がモタモタしてる間に後ろから突っ込んできたんです車が。 で突っ込んできた結果突っ込んだ方がなくなっちゃったんですこの問題ちょっと事例特殊ですよね突っ込まれた方がなくなってないんですよ、えー、その後後続車がトレーラーに追突し後続車の運転者 B および、えー、同乗者の一部が死亡その他重傷を負ったでこの時に起訴されたのは最初に,に逃げて立ち去ったやつ最初に立ち去ったやつですつまり高速道路上で暴行を振るって立ち去ったっていう行為があるよねそのの立ち去った人がこの 後に起こった事故のの被害者と関関係係でで因果関係を肯定できるかってうでそうすると、まあ、なんとなく肯定できるかなという気がするんですねだって高速道路で停車させて暴行する行為が実行行為でしょ、まあ、実行行為何かって見ましょうか、まあ、これだよね、まあ、これが実行行為になるんですよ暴行を加えてその後立ち去った まあこれがだから実行行為になりそうですよね。でこの行為ってどんな危険があります。高速道路上に路上で、えー、まあ高速道路上でまあ暴行を振るう行為っていうのはまあまさにこれのトレースになるんだけど、その被害者がもた発信もたついて高速事故を起こす危険性の高い行為なんですよ。そのいいです、ね、被害者の側がもたついて発信を遅れて交通事故を起こす危険性の高い行為で、で実際そういう結果が発生しているんだよね。 こういいうが発生している結果発生しているとじゃあ因果関係異常ですかその人がもたついたことつまりあの殴られた絵がもたついたことって異常ですかねこれはこの人の人暴行に起因ししているでしょう要するにこれ誘発されてるのようの暴行に誘発されてるんだからならこれはまああからさまになんか認めていいところかなっていうところ、まあ、ちょっと全部色ついちゃってごめんなさいと思うんだけど この遅れたことだよね発信が遅れたことが開催事情になってるでもこの発信が遅れたのはそもそも A が因縁つけて殴ってたからなんだよということはそのように遅れることが何ら異常なことではないっていう感じです、まあ、やっぱりなんかその実行行為が開催事情に何か影響してるよねあの因果関係を肯定するものはでそうすると判例もこのようにこの危険な内容を具体的に書いてるのよ 夜明け前の暗い高速道路上に自社および A 社を停止させたという被告人の本件過失行為はそれ自体において追突の人身事故につながる重大な危険性を有していたやっぱり人の死ぬ危険性とは言ってないでしょ具体的に書いてるでしょ後続者による人身事故につながる危険性があったわけですだからこれがまあ危険の内容えー、っと これがやはりさらに危険性は大きい。結構ワンパターンでしょ。そうするとこ、この休憩挟んで、このパターン全部終わりです。有名判例もでそして次に このように介在したんだよとうう言っているけれどもこのようにこの本件事故は少なからぬ他人の行事が介在して発生したものであるが被告人の過失行為およびこれと密接に関連して流れた一例の暴行に誘発されたものであったと言えるとやっぱり異常性が少ないと。 事情ね、で,で刑法のポイントっていうのはあの一つ一つの判例が明確にその処理方法みたいのをさ一個一個言ってないじゃないでなので複数の判例みたいのを見ていって大体もう最高裁のいくつかの判例がこういって言ってる中でこの判例この最高裁というものがどういう枠組みを取ってるのかっていうのをまあ一般化して。 それをまあ頭に入れていくという勉強になるのでまああの判例を実際いくつかやっていくとそうすると、多分ここまで見るとなんかこの話ってすっきりするような条件関係があることを前提に危険性実行行為の危険性が現実化したかでそうすると講義メモでいうと2ページかな。 実行行為による危険喪失がありそれが現実化したと評価できるかでそしてその下ですけれども介在事情がある場合には危険性の程度と機与度異常性なんかを見ていって確認していくと思いうことになりますで今までなんかこの機与度っていうのがあまり出てこなかったんで、まあ、少しあのこの機与度に関する話っていうのはちょっと休憩後にやっていきますが、まあ、この 因果関係の処理方法についてはま非常に重要なところなんで、しっかり確認をしておきましょう。えっ、ー、とまあ、チェックシートのところでもね。また扱っていくところになりますので、チェックシートの場合もあの書いてあるので、復習する際はまあ、処理方法を具体的に示せるようにしておいていただければいいかなと思います。じゃ、それでは一旦ここで休憩しますね。で、休憩をしてから、えー、後半はまだ因果関係についても扱っていきますが、今度は実行行為。 ですね。一番最初に実行行為、結果因果関係って因果関係からやりました。けれども、もまあ、実行行為をめぐる問題も少し、えー、今日の講義で触れていくことにいたします。じゃ、それでは一旦ここで休憩します。 それででは引き続き続すね後半の講義ということになりますここからはですね先ほど触れた因果関係ですね、前半ではどちらかというと刑法の故意犯の成立要件というかね、ね故意犯というのはどういうものかということと、それから構成要件該当性、実行行為、結果、因果関係のうち、因果関係というところを見たわけですが、この因果関係に関する判例を引き続きちょっと見てから、ここからは実行行為についても、学習を進めていくことになります。じゃあ早速速でですすが判例の方ははね先ほどは高速道路 停車事件というのをやりましたが、まあ、少しあの戻ってですね、えー、と3番と、えー、それから6番をやりますで先に優先的に6番をやりますので6番の大阪難航事件という事件をちょっと確認していきます、はいえーまあ、事案としてはすごく短くて話も短いので、えーまあ、事案と話紙を一緒に見ていくことになりますが、まあ、事例としてはまず コが A の頭を洗面器などで数回殴打し意識を失わせ、えー、港の資材置き場に放置して立ち去ったということで、まあ、実行行為というのは、まあ、これですわね洗面器で殴って意識を失わせて、まあ、港に立ち去ったわけですね置き,置き去りですね要はねで、まあ、実際その立ち去ってたんだけれどもその後に何者かもう誰だかわからない人が、えー、A の頭部を角材で殴打する でそしてその結果というか、ね、核材で大出しその後、えー、翌日に未明に亡くなったという状況です。とすると、まあ、なんか危険の現実仮説からするとなんとなくこれは海外事情の異常性が非常に強いものな感じがしますよね。えー、どちらかというと米兵引き逃げに近い感じです全く無関係な人がいきなりやってきて、まあ、普通にあの、まあ、考えてみるとその例えば意識失った人を放置で立ち去って でその後に全く無関係な人がやってきて、覚剤でその意識を失った人をボコボコにするということが、まあ、通常想定されないので、まあ、因果関係、否定されそうな気もするんですが、この判例、因果関係、肯定してるんですよ、じゃあ、どこが違うのかということなんです、でこれはあのすごく重要な話になってきます、あのこのね、死因が第一暴行でもできてたんですよ。 つまりこの洗面器で頭を殴打したことでもその死因がもうできていて角材で途中の人が入ってきてボコボコにしたっていうのはあるんだけどた角その殴打行為っていうのはただ単に死期を早めただけだったんですよねつまりその死因がどっちで形成されてたかっていうことは結構これ因果関係で大きな意味を持つんですよ、えー、つまり犯人の暴行によって被害者の死因となった障害が形成された場合にはですね そのように仮にその後、第三者に加えられた暴行によって式が早められたとしても因果関係が肯定されるとでそうするとこの因果関係の介在事情の問題ってすべて今まで勉強してきたのを想,定し想像してみましょう因果関係をまあ今までやってきた判例の中で直接的な死因はほぼ介在事情なんですよ今までやってきたののは例えば夜間潜水の歴史 高速道路侵入事件における車に引かれちゃったそれから米兵ひき逃げ事件におけるアスファルトでバタンと落とされたとかねあとは高速道路停車事件でも後続車の交通事故みたいに直接的な死因というのは海在事情でで直接的な死因が生まれてるんですよその時にもともとの最初の実行行為と因果関係を検討する時には海在事情の異常性みたいなのがいるわけだよね。 だけどこの判例を見る限りは最初の段階で死因が形成されていたつまり今回頭でパンと殴ってその段階でもう遅から早からそれで死ぬという状態になっているとでその後に何者かがやってきて後ろから叩いたとしても結局死因は最初の段階でできているでしょうということはそれは因果関係は否定されないというふうにされるんですでこれはなんでというところなんだけども判例が言っているからというふうに言ったらもう身も蓋もないので、えー、一応解説にしておくと介在事情の起用度がゼロなんです あのこっちはつまり異常性は高いのかもしれないけれども要は死因がすでに形成されている場合には介在事情の度が全くないわけですよだって遅から早かれ死んでるんだから。ということで遅から早かれ死んでるんだからその後に何か事情のことが入って死期が早まったとしてもそれはあくまでも因果関係は、えー、肯定されるということです。 でこれ実際ね、あのーまあ、予備試験の担当とかでもこれちょっと似たのが出てて大阪難攻をちょっといじったバージョン、えーまあ、頭で殴りましたで頭で頭を頭をだ、ね、頭を殴って意識失いました意識失ったところを例えば港に放置して立ち去りましたその後何者かがやってきておっって内臓破裂で亡くなったこの場合因果関係はありますかっていった場合には大阪難攻と違うのは因果関係は否定されそうだよね。 ななぜかとといいうと死因が形成されないじゃんその要するに頭を殴って頭を頭部の頭を殴ったでそれで、まあ、実際それ自体で死ぬような気がしてるんだけれどもただその後にやってきた人がお腹を蹴ってそれでおなかの,の障害によって死んだんだったら大阪難航の射程は及ばないよね、えー、なのでそこの部分はあの実際大阪難攻の結果だけ覚えてるんですよね大阪難攻は因果関係ありって覚えちゃった人は「これ大阪難攻っぽいねまる」ってやって結構間違えちゃう問題だった。 でポイントだから関例の分析です、つまりこれっていうのは、死因が形成されていたってことです。このキーワードは、ね、死期を早められたとしても結構重要なところで、まあ、実行行為により死因が形成されているから、 結局のところ、あの因果関係は、まあ、つまり実行行為の危険性とかよりも介在事情の起用度なしなんですよね。 もう介在事情の度が高い低い低じゃなくて存在しなないんですよならばそれで因果関係認めちゃうそうすると今までやってきた「海在事情の特殊性」とか「異常性」とか「実行行為の危険性」みたいなのを相関的に表現するっていうのは直接的な死因が実行行為にはない場合はそれを検討するって感じで,、ね、で直接的な死因が実行行為でもあったということであればそれはもう因果関係肯定していいと危険が現実化したんだとだってもう実際そこで死因が形成されてるんでしょ えここで言うとこの死因が形成ということはもうすでにこれ危険喪失してるんですよその障害でで死ぬ危険なんですよだからあのイメージとしては、まあ、これはちょっとなんか1回目からちょっと複雑かもしれないけれども喪失された危険の次元が違うのよ 要は今までやってきたものってなんかちょっと回りくどい死因形危険だったでしょ不適切な行為によって巻き込まれて死ぬ危険性が高い行為でみたいなねそんな感じだったじゃないですかだけどこれは違うでしょうもう頭でもう頭部障害を受けてるからその頭部障害で死ぬ危険性でしょで死んでんだからということはこれむしろこれ介在事情というふうに考える必要ないのよだってもう死んじゃってんだから、ね、それでということは結局は介在事情として、まあ、検討する必要もないような事案というふうに考えられる そうするとこの死因が形成されてるってことはイコールになるけどその死因で死ぬ危険性が創出されてるんだよ。その死死因で死亡する危険がということですからそのままその死因で死んだんだから。そうするとさっきの話でちょっと変わってくるでしょその 途中に来た人が全く別な部位、えー、お腹を蹴ってそれでお腹の怪我で死んじゃったってことになるとこの話と全然違ってくるじゃん、えー、頭の障害で死亡する結果があ頭の障害で死亡するというような、えー、危険とそのお腹を蹴られて死亡するっていうその結果というのがリンクしないからねそれで因果関係否定されるってことです、まあ、そうするとここら辺のところ、えー、もう一つこれと近いのが慣れてくるとこういうのもいけるかなっていうところなんですよ 3番のビンオール瓶を殴打事件というのがあってでなんとなくこれをやるとなんか刑法の因果関係はほぼ大丈夫とですあとはもう忘れないようにねあのこの後最後に体系的に整理しますからあのそこをやってからですがこれも、じゃあ、公が数人と共同の上 A にビンール瓶を殴打する等の暴行を加えて出血の多量の出血をきたす、えーまあ、障害を負わしたと、まあ、ビール瓶でみんなで殴ったと。 A は緊急手術を受けて一旦容体は安定したものの一旦安定はしているんですただ事件の5日後にその脳機能障害によって死亡したと頭部循環障害による脳機能により死亡したでなお A は医師の指示に従わず治療用の管を抜くなどして暴れて安静に努めなかったため治療の効果が減災した可能性があったという事件えつまりこれって介在事情らしきものとしてはこの人が病院嫌いだったということです えー、この人が病院嫌いだったせいで治療を受けられなくてその結果死んでしまったで,でこれ正直あのこの頸部損傷とこの脳機能障害っていうのが、まあ、基本的にはつながっているとしてみればあの結局これってあの考え方によってはねあの大阪南んと同じなんですよ途中でなんか被害者が病院嫌いだから暴れたっていった時もとしてもこのビール瓶を殴った時に死因が形成されててその結果死んだんだったら結局そのあれでしょその 直接的な死因がこの最初の段階にあるのならば、えー、そのあ、えー、とに因果関係を肯定しちゃって全然構わないっていうことになりそうだよね。で,でこれは医療的な話になっちゃうんだけどもし仮にこれがその物損,血管損傷のの障害とこれが全く別なものだったらあのいわゆる介在事情の異常性を見ることになるよね。 りモビール瓶で殴られてその後にその人がなんか暴れたり治療に協力しなかったことによって、えー、それで死んだってことならば例えば一旦容体が安定したとかそういうの関係ないんですよもう一番最初の段階で死因が形成されてそしたらその死因で死ぬって危険性もできてて、てその結果いろいろ増えたけど結局それで死んでるんだからならばそれは因果関係肯定されますで死因が違うならばね死因が違うならば結構介在事情の異常性って問題で検討することになるっていう感じです でこれは、ね、どっちで取ってるかがちょっと分かりにくいところなのであのこういういい判例があるよぐらいにしておきます、まあ、実際、この判例もさ結論をパッと言っているだけなんですよ当該事案においては A が受けた障害はそれ自体死亡の結果をもたらしうる身体の損傷であってこのような仮に被害者の死亡結果までの間に医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在していたとしても因果関係はあるとしている。 でこの事案は要するにその大阪南港みたいにすでに死因が形成されていたと明言してないので何ともこの判例の評価が難しいところがあるのよなので何とも言えないんだけれどももしこれが仮に死因形成っていう問題がもうすでになされてると一番最初にね第一行為で死因形成がされてるんだったら大阪南港と同じように因果関係を肯定しちゃえばいいし直接の死因が第一暴行第二暴行であこれ暴行ないか直接の死因がこの最初のービール b で殴ったことなのかそれとも別なその 病気別なもので亡くなったのかっていうかと違うものだったときには介在事情の異常性つまりこの人の、えー、なんか病院に協力しなかったってことの異常性を検討すればいいその時はおそらくは病院に協力しなかった結果亡くなったっていうのもこれも、まあ、扱い難しいとこ、ね、被告人の行為によって誘発されたというふうに評価できるかどうかっていう話になってきます。まあ、ただ今回はなんかあの この判例はそういう結論だけ押さえておけばいいかなという判例なので一応ちょっと後回しにしていましたので,であとは最後になりますかねこの因果関係の,そのシリーズとしてはラスト、えーっとね、9番トランク追突事件でこれはもうあのやっぱり同じくあの判例は、ね、重要なものとそうでないものっていうのが結構分かれていて、まあ、これなんかはかなり限界事例ですでただあの論文で聞かれることもあるし担当ではこれ繰り返し問われているんですよ。この判例 なのであさっきのビール瓶も同じ、ビール瓶もあの結論においてね、その病院に協力しなくて、その結果なくなっちゃったみたいな、そういうもので、因果関係肯定してますよっていう判例は、え実際、出題されているので、それは、あの反神と結論は押さえておくべきだけど、これもまあ、ちょっと結論、これいいのかっていうような、えー、限界事例です、まあ、見るとこの味、うが2名と共謀の上、トランク内に押し込み、もういきなりぶっ飛んだ感じで、うがみんなで被害者のことをトランクに押し込んだんです、車の。 で車のトランクに押し込んでトランクカバーを閉めて脱出不の、まあ、いわゆる監禁行為ですよねえ監禁行為を行って発進させたで知人らと合流したところえ市街地の路上で止まってたんですだから車のトランクの中には被害者がもうあの監禁されている状態でその停車した時点でどんな地点かというと7 5メートル片道一車線ほぼ見通しのいい道路、まあ、イメージとしてはすごい広い道路なんですねあ広いというか見通しのいいまっすぐな道路って感じですねで、まあ、7 5メートルということですから、まあ、片道一車線の普通の道路ですよね でそうすると、この車が止まって数分後に後ろから車が来たんですよ。で、車が来たんだけど、この運転手がもう完全な前方不注意、えー、前方不注意で、近くに行くまでこの車に気づかないで、そのまんま60キロで突っ込んじゃったんですね、でそうするとまあトランク内に監禁されてた人っていうのは、その追突で亡くなってしまったとっていうことです、でそうすると、この頭部についた後部に追突した、その結果、そのトランクは中央部がへこんでしまって、亡くなってしまったっていう事件なんです。でそうするとこの 監禁して止める行為ですよねそのトランク内に監禁して車を停車させる行為というものとその後の追突事故で死亡するというその因果関係問題になるわけですねですでこれはあの高,速道路侵入あ高速道路停車事件ってありましたよね高速道路に止めたっていう事件と比べると異常性は結構高いよね。 だってまっすぐな道路で前方不注意の車が飛び込んでくるって話でしょあの普通だったら高速道路だったら停車すること予定してないからその車の中にとあの車を止めていること自体が危ないじゃんだけど、このように一般道で広いところでってなると、まあ、これがね、滞在事情がどこまで異常なのかというと、まあ、かなり異常性高いような気がするんだけど、まあ、て判例はもう結論のみ言ってます被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても。 因果関係を肯定することができるってってもう結論のみなんですねこの本件監禁行為と被害者の死亡の因果関係を肯定することができるとでそうするとこの問題結論から言うと皆さんが論文でできた時どういうことをするかっていうとやっぱり誘発ということを、まあ、肯定するなら持ち込むしかないんだけどなんか誘発って感じでもないんだよねなのであの、まあ、答案書くにあたってはこれ結論は分かれるのかもしれないけれども、まあ、判例がこれ肯定している理由は一応あって。 そのすごい朝早い時間なんですよで朝早い時間で、でかつあ、あ停車しているところっていうのは、やっぱりそのトラックで監禁してるっていうことがもう分かるとり、そんな目立たないように止めるんですよ、そのなんかランプみたいなやつとか、目立たないようなところで真っ暗なところのまっすぐな車線に止めるっていう行為は、かなり危ないよね、追突の危険性、だから、そらくそこが加味されたんだろうって言われてる。その 要は普通の高速道路とはほどではないかもしれないけど一般道だとしても明け方の3時40分ごろにそんな車道の中に車道のすごい見通しのいい車道だけれどもその明け方のところにそのなんか見つからないようにでちょっと暗くしているような車がポンって置いてあるっていうことを果たして通常気づきますかっていったらまあ気づきにくいのでそういうことを止める行為自体がやっぱり危ない行為だよねということとあと一般論として人の 人をトランクに押し込む行為自体が、まあ、そもそも追突して死ぬ危険性はある行為なんだよね、その事故が起こる可能性はどうあれ、そのね、トランクに人を入れて運転する行為自体が交通事故に遭ったら死んじゃう行為でしょう、場合によってあの状況によっては。ということは、その実行行為の危険性やっぱり強いんだろうね、海在事情が相当異常だとしても。というところからまあ判断するということになるかと思います。 まあちょっと誘発という観点からすると,ちょっと説明しにくい事件ではあるとまあいうことです。まあ、ただ結論としてはあの因果関係を肯定したという点を押さえておくといいでしょう。では、それを踏まえてちょっとまとめていくとです、ね、因果関係論というのはそこまでね、あの介在事情があるときにはシンプルにえいけると思います。このページ数で三3ページのところですかね、でまとめていきますが、まずこの2の方からいきます。今までやってきたのは全部2で、まず大阪難航事件は、 キーワーワドはこれですもう直接の死因が実行行為によって形成されていた事例です。なのでこの場合には因果関係をまあ肯定してしまえばいいと。 で大阪夜間潜水事件、とこの辺の夜間潜水とか高速道路、トランク追突事件あたりは全部、あの介在事情第三者の行為が介在するもので、まあ、夜間潜水事件は因果関係肯定していてで高速道路も肯定トランク引き追突も肯定ということですねでトランク追突は結構微妙なラインかもしれないけれども、まあ、肯定してたよねっていうのを一緒に確認しておくといいであと、米兵引き逃げは因果関係なしとされていての、まあ、これは意識的にやっておくといいかな。で で理由としてはやっぱり、海在事情の異常性がで,でかいってことでしょうね,、まあ、ね。助手席の人がボンネットから引きずり下ろすなんていうのは、まあ、誘発性が非常に少ないですよね。えー、ということがありますから、まあ、海在事情の異常性は大きいというふうに考えている。であとは えー、高速道路侵入事件や、えー、ビール瓶大田事件なんか被害者の行為が介入する場合ですけれども、はい、これはどちらも丸ということになりますねでこのビール瓶大田事件についてはあの直接の死因形成と見れば大阪南港と同じですいい、ね、あここはそういう形で考えられることができますでそうするとこの、ね、行為後の特殊事情の介在は大きく分けると2つのステップなんですよ 直接の死因が形成されていたかどうかがまず最初の分数例なので要は、行為後の開催事情の場合ということこの辺のちょっとメモ書きっぽくしておくと結局は実行行為により形成された死因。 かかどうかってなんですよでもし、えー、そのこれがもしね結果発生だということであればそもそもそうであるならば、えー、因果関係は肯定していいってことこです、まあ、さっきも触れた通りこのビール瓶の方がねどっちと評価しているのかその最高裁の、えー、からはちょっと明らかではないので、えー、一応この。 今回のこのこ大阪南高型ですよね。などに見られる。などに見られます。もしそうじゃないと、もしそうでないということは、海在事情が直接のシーンということね。 介在事情が直接の死因になっているという場合にはこれはあの一般的にあのいつものパターンです実行行為の危険性とのまあ相関関係で判断と。 というイメージですつまりこの大きな判断枠組みとして、まあ、実行行為によって形成された死因で結果が発生していると見れるのかそうじゃないのかということですねで、まあ、大体の場合そうじゃないケースです大阪南高のような場合以外はあのこの海在事情が直接の死因になってます海在事情が直接の死因ということになってますから、まあ、実行行為の危険性や海在事情の異常性それからキ、えーワだよねちょっと G 直します異常性、えー、みたいなものであとは場合によっては企業度といったような相関性で判断すると、まあ、いうことになってきますで一応ここまでのところが、まあ、因果関係の、えー、考え方になりますで最後にその熊内事件って書いてるものはそこまで気にしなくてもあの OK です熊内事件ってやつはあのちょっと応用的な問題になりますから講義の中では後で見ていけば足ります で、えー、あとはですね最後に、えー、因果関係ちょっと忘れたところがあってこれ今までやってきたものはすべて後発的な事情ですよね、えー、途中から何かやってきて変なことが起こっちゃったみたいな事情なんだけどもう1個因果関係で問題になるのはこの ① なんですよ行為当時つまり最初の段階で特殊事情があるケース。 まあこ,こ脳梅毒事例というふうに書いてありますけれどもこの脳梅毒事例というのはまあ頭を殴ったところ通常だったらまあ普通の一般人だったら亡くなることがないようなえまあ頭を叩くという行為をしたんだけれどもえたまたま脳に腫瘍があったりとかまあ病変があってその病変の影響で亡くなってしまったという場合にえそもそもこれというのは因果関係が認められるのかと死亡結果とこれはねあの一昔前は結構議論があったんですよ。 まあちょっと余談ではあるんだけどこの判例見ても分かる通り、まり米兵ひき逃げはちょっとともかく新しいでしょ判例があのこの危険の現実化設定いうのを最高裁が取るようになったのは比較的新しいんですよ平成になってから出てきていてそれまでは実際いろんな議論があったんですよ学説がなんだけどもうある程度これは解消されていて 危険の現実仮説については二ページのところにある通り、どういう事情を取り込むかというと、行為時に存在した客観的なすべての事情を取ります。だから例えば一般人が知らないような、例えばその人が脳に腫瘍を持っているとか、例えば切りつけた人が血友病であるとか、その人がなんか元々持っていたなんかそういう原始的なもの、えー、ということであれば、それってのはもう取り込んじゃって構いませんです。もう取り込んじゃって構いません。だから。 えー、例えば、まあこ,こ,ね、こ,のこの判断規定結構重要ですとすると例えばですね頭を殴る行為じゃないんですよさっきの行為は脳に病変のある人の頭を殴る行為っていうふうに判断していいですただそしたらそれって脳の病変で死ぬ危険性の高い行為でしょうでその危険が喪失されてそのまま現実化してるよねということはもうなんか因果関係は当然に肯定されますということですだから何か特殊事情 その人の特殊事情みたいなのがまあたまにあったりするわけですよね。その人がまあ特殊な病気を持っていてでそのせいで亡くなっちゃったなんていう場合にはそういう感じでやっちゃえばいいとあいうことになります。えーたまあそんな感じで問題なくいけるような感じです。でまあ実際例えば、ね、予備試験の問題なんかでも似たようなのが出てて。 その特殊な病気を持っていてで普通の人だったら、まあ、死に至らないんだけれどもその人の特殊な、まあ、病気によって死亡してしまったとっいう場合にじゃあ因果関係あるのっていうででその時には全てこの客観的に判断されますからそうするとその特殊な病変を持っている人に対してこれを行う行為の危険性を見ることになるそうするとそ,のそれが例えば本、行為、ね、者が知らなくてもいいんですよ。 後遺者が知らなくてもたまたまその人に病変を持っていたという状況だったので客観的に存在していればいいということになるのでそうすると原始的特殊事情は全て取り込まれまれす、まあ、因果関係においてもね これはちょっと民法の話とちょっとパラレルにやると、民法ってそんな感じじゃないでしょ。民法はさ、特殊事情があるときには、なんか民法の四百十六条二項のね、あの債務不履行のところでさ、因果関係を取るときに通常損害については通常事情を取り込んで相当因果関係を取って、特別事情があるときには、えー、債務不履行時に債務者が予見すべき事情があった場合だけ取り込めたじゃん。例えば土地が値上がりし続けているなんて特殊事情があるときには、その値上がりが続いている土地 っていうその値上がりが続いてるっていう特殊事情についてはえその債務不履行時に債務者が認識すべき予見すべき場合に限って取り込めたっていうふうにある程度その認識とか予見っていうもので切り分けるんでねだけど刑法はそういうことしないってことその特殊事情っていうのは客観的にあればそれはもう取り込んじゃっていいっていう感じなんですよねだからまあちょっと民法の話になっちゃうけど民法だったらさ これはあの刑法の事案だけど民法の世界だったらどう取り込むかっていうとさその脳に病変があるってことが特別事情でしょということは殴った時にその脳に病変があることを予見していたかどうかだよね脳に病変があることをその殴った人が予見すべきだったかどうかでもし予見すべきならばそれを取り込んでよいから、えー、脳に病変がある人を殴るっていう判断規定になる。 要するに傍から見て一般人と全く変わらないし後遺者もそのことを知らないっていう状態だったら判断規定に取り込めないんだよねでそうすると特別事情っていうのは予見すべき場合に限って取り込むからそうするとまあ民法の相当因果関係の枠組みならばもし全く知りえない状況ならば脳に病変があるってことは取り込めないから人を殴る行為としか言えないわけで人を殴る行為だったらそれは死な死,な,死な,なんかその人を殴る行為でそう死ぬっていうことについてはまた 因果関係が否定される、こっちは出てくるということになるわけ、ね。で、でそうするとですね、あの刑法の場合はこんな感じです。その行為時の特殊事情についてはすべて取り込まれます。なので、まあこの行為時の特殊事情があるときは、まあ危険の現実仮説に立つと、行為時に存在した全事情を基礎に行為の危険性を客観的に判断しますので、そうすると。 民法とは異なって原則としては危険の現実化はほぼ肯定されますつまり行為の危険性が肯定されそれに基づく機能が発生するので、まあ、結局因果関係ありとされます、まあ、結果はこうなるだから例としてはこの脳梅毒事例だったらどうなるかというと どうですこういうふうに判断規定しちゃっていますだから脳に病変のある人の頭を殴るという行為は病変で死ぬ危険性の高い行為だよとだからそのまま死んだじゃんだから因果関係ありっていう感じで特にだから海外事情の問題にはならないんですよこの1の場合はっていう感じで、えー、理解しておくといいかなと思います、まあ、ちょっと複雑ですけれどもね、まあ、大きく分けると因果関係問題になるのはこの原始的な場合と事後、えー、的な場合 に分かれていてい原始的な場合は先ほど言ったこの行為時に存在した前地上を基礎に判断していいと判断すべきというのが判例立場ですからそうするともうこれが取り込まれますから通常因果関係普通に認められますであとは行為後について行為後については、えー、まあ言ってみれば死因形成されたものが現実化したのかそれともその直接の死因じゃない感じで死んでいるのかによって分けていけばいいという感じです。あとはもう い処理パターンは見えてくるというとうころですでここまでが因果関係の考え方で,で少し飛ばしているところについてはまた戻ってやってくることになりますので今日は合わせてもう1つ、えー、実行行為についてもあやっていきますでただ実行行為をやる前に不作違反の因果関係というのがあったりします、えー、これはこのあと日の講義では不作違反というのを勉強するんですねでじゃあ不作違反ってそもそも何なのかというと先ほど、えー、実は殺人でちょっと触れた話です。 一番最初に人を殺したというのは積極的な行為が予定されているんだけどただ、えー、ミルクを赤ちゃんに与えないで死なせたという場合この時には本来、作為でやるべきものを不作為で実現しているでこのようにやらないことによってその犯罪を実行するのを不作為犯というんです、でまあ、このように、ち,ょっとこちらに先にやっちゃいますけれども、不作為によって犯罪を実現すると。 で条文ではですね不作為で実現するものっていうのは条文ではね申請不作為犯って呼ばれています条文にあるものはでこれは刑法の218条で保護責任者不保護罪っていうのがあるんですよこれは条文で必要な保護をしなかったものはってはっきり書いてあるの、えー、不作為の形で規定されている犯罪をやるのを申請不作為犯っていいますで申請っていうのは何か,か刑法の説明で言うと <laughs> まあ本来的なぐらいの意味なのかね。という形で使われていて、ちょっと刑法の218条の講談をちょっと見ていただけると、保護責任のあるものが、またはなとかな生存に必要な保護をしなかったときは罰するとされてますから、そうするとしないことが構成要件なのよ、それでしないことによって犯罪が成立するというもので,で、これはかなり特殊です、通常はこちら、条文が作為の形になってるのよ。 人を殺すみたいに、作為の形で規定されているものに対して不作為で違反するような場合を不審性不作違反と呼んでいます。でこの不審性不作違反というのは大きく分けると、まあ、よく出るのが3つです、殺人放火詐欺です、えー、殺人罪は先ほど、この例にもあるかな、母親が殺意を持って英イに授乳することを怠たり、えー、これを餓死させた場合に殺人罪を問うような場合。 でえー、例えば放火なんかはもう今にも火の不始末で今にも燃えそうなのを分かっておきながらあの要するに発覚するのが嫌だから立ち去っちゃった場合これなんかは本来放火っていうのは積極的にバッと火つけるんでしょだけどなんか居眠りしてる間になんか、えー、ちょっと火の気が上がってて自分で消火できる状態になってるんだけどもうなんか不始末がばれるの嫌だからってそのまま何も言わず立ち去ってその結果家が燃えちゃったなんていう場合にはその消火活動をしないっていうことが、まあ、実際に と評価されるわけでだから詐欺についてはこれは釣り戦事例ですあのお釣りが多いの分かっていてそれお釣りが多いですってことを言わないで持ち去る気です、まあ、これだから本来だったら、えー、その、まあ、審議則上みたいなところあるけれども、まあ、多くお金をもらってお釣りが多くあったんだったらお釣り多いですよって言って、えー、返すべきところでしょうで返すべきところをそのことを言わないで立ち去った場合にはその言わないことが詐欺の欺く行為になる。 っていうふうふに本来だったらやる積極的にやるべきものをやらないということで実現するというものです。で慣れるまでは殺人放火詐欺で見られるよというところとあとはめちゃくちゃ重要な判例がその殺人のシャクティーパッド事件という事件です。えー、この事件はあの判例集の中でも載せてますので、まあ、今日これからやっていきます、えーた,だまあ、ただ読んでいくとね分からなくなっちゃうから、まあ、でも厄介なところはじゃあどういう場合にこういう不作為犯が成立するか。 もしこれさ、あの見方によっては因果関係と近いところがあって要するに。これ端的に言うと不作為の殺人って見殺しだよね。要はね。見殺しにしたことが不作為犯になるんだけど、じゃあ例えばの事例ですね。えー、まあ、誰かがですね。えー、まあ、例えばね。繁華街とかの交差点で誰かがえー、まあ、病院病気になって倒れてしまったと。と、えー、なんか発作かなんかで倒れちゃったと。 でその時に、じゃあこのまま行けば助かるかもしれない病院連れて行けば助かるような状況下でその通行人が全員見逃しているともう見て見ぬふりをして通り過ぎたような結果なくなっちゃった,った時にじゃあその人たちみんな殺人なんですかねという問題、赤ちゃん、ミルクを赤ちゃんがあ逆だ、えー、お母さんが赤ちゃんにミルクを与えないことが殺人だけどもおそらくその繁華街で行き倒れている人を、まあ、見,見捨ててとていうかね見て見ぬふりをして通り過ぎる行為はおそらく殺人じゃないよね。 じゃその違いどこにあるのって話でこれがあのこの不審性不作為違反のポイントであの,この義務違反があることが必要なんですよ何らかの義務があってその義務を怠ることが不作為違反ということになりますでこれは次のページのところにね、えー、書かれていて大きく分けて3つの要件で分かれています1つはこれは作為義務があること ここれはは、ね、義務がなないいものを責めることはできない、まあ、刑法って基本的にはさあの人を処罰するわけです刑事罰を持って。ということは処罰に値するだけのことじゃなきゃいけないからただ単に例えば道義的義務違反とかね例えばさっきの,あの通行人とかだったらさ道義的には見捨てずにちゃんと病院に連れていくっていうそういう道徳的責任はあるけれども刑法って違うじゃん道徳違反を裁くもんじゃないからね。えー、なので基本的にはやっぱり法的に法義務があって その法的義務に違反するということをやっぱりぐらいまでは求めるべきだということからまあ法的義務である必要があるとじゃあ例えばさっきのお母さんとの違いはどこかお母さんは子どもを育てる扶養義務があるんですよ民法上だから民法上の扶養義務があるものが実際にその扶養義務を怠ったっていうことでしょそうすると法的義務に違反してるんだからそれは刑法的な処罰に値するでしょっていう説明がつくの でも道端を歩いてる人はどうですかって言ったらそういう義務を負ってるわけではないから、まあ、道義的な非難もあるかもしれない道,徳的な、ね、道徳的な非難はあるかもしれないけれどもそのような特別な義務は課せられてないじゃあお母さんの場合はねその話は出てきたけどじゃあお母さんが川で溺れてる子供を見捨てたという事例があった時にこれは確かにこの作為義務あるよね川で溺れてる子供を助けなきゃいけない。 自分の子供だということを前提ねだけどそのお母さんが泳げなかった場合に作為不作為犯として殺人投稿ってきますかただそれはできないよねもうあの泳げないからもう死んでも仕方ないっていう状態になっちゃってるという場合にはあくまでも作為義務っていうのはあるけれどもできることが前提できないことを処罰できないから刑法っていうのはできるけどやらないってことを処罰するだからこの2の要件がいる作為、えー、の可能性容易性というふうに言われてます <laughs> その作為ができること、そして最後に、あの本来は作為でやることを不作為で実現するから、作為との同化値性というのが言るんです、これは端的に言うと、あなたの行為は、あなたがしなかったことは殺したのと同じですよって言えるかどうか、まあ、あの殺したのと同じですよっていうふうに言えるかどうかで、まあ、大体この丸三については、あの作為義務がある場合には、大体同化値性があります。 だいたい作為義務があるような場合には、同化性はあるんだけれども、ただ。一般的なこと一二三で分けると、最初のうちはわかりやすいかな。ただから要件を上げていくわけです。あの例えば、この殺人事件、殺人の事案だったら、お母さんが赤ちゃんにミルクを与えないで、まで死んでも構わないと思って、ミルクを与えない声が殺人の。実行行為に当たるかって問題です。いや、これ、何の問題かというと、そもそも実行行為が何なのかっていう問題で。与えないということが実行行為になりますかって問題なんですね。 でこの時に実行行為になるためにはこの3つ必要だよと言えば作為義務があること作為が可能かつ容易であることそして不作為が作為と同じ評価を与えられること作為、えー、との同活性があることということになりますそうすると母親の場合には作為義務が認められるということになりますで、まあ、例としては夫婦とかねこの法令とかね、えー、この 夫婦の扶助義務とか親権者の子供に対する看護義務とかね、そういったものがある場合には作為意義は認められますではそこまでいってちょっと話をね広げていくとさっきの生き倒れの事例ありましたよね生き倒れの事例というのは基本的には、えー、殺人の不作為犯にならないってことになったんだけどちょっとだけいじりますそれが病気での生き倒れではなくて車の引き逃げだったらどうその例えばある人がある人を車でパンと跳ねました で、車で跳ねちゃって、例えばそれは夜の山道で誰一人いないって状態。で、誰一人いないって状態で、このまま立ち去れ、まあ、救命することはできるような状況なんだけれども、まあ、バレるのが嫌だと言って逃げ出しました。で、そのまま亡くなってしまったときに、これどうですかね。殺人と評価できるかって問題。で。 そうそうそうさっきの法律上の義務っていうのは実はこれ道路交通法上あるんだけどね救護義務っていうのは一回でもそれは置いといて一応その道,あの道路交通法上の救護義務っていうのは一回置いといてもその人ってでもさ自分で跳ねてるよねで自分で跳ねてでそれでおそらく助けられるのはあなたしかいないって状態なんでしょうでそういう状態だったらそれって法律上の義務の中でちょっと民法っぽくなりますけれども審議則上の救護義務っていうのは生じるんですよやっぱり。 ででここが実はこの不作違反のポイントで大体、お母さんと子どもとか夫婦っていうのは、まあ、大体なんかやるべきことをやらないっていう義務違反は結構簡単に認定できるのよだけど、まあ、試験で問われる論文で問われる何かって言ったらそういう法令とか、ね、契約とかそういったものこの契約だったら例えばあれです保育園の先生と子どもの関係みたいなやつあの要するに保育園の契約あるでしょ。 保育園のなんかそういうい契約とか、まあ、そういった民法上の事務管理みたいなものも作為義務になるけど出題されるのはこういう法令とか契約じゃなくてむしろこれなんですわ審議則上の作為義務って言われるやつあごめんなさいこれでいいかなまあこんな感じですまあ例としてまあこれよく言葉として使うので触れておくと よく答案で使うのがねこの選考行為に基づく審議則上の作為義務とかね。で一応審議則上の義務っていうのは法的義務だからね、えー。一応審議則上の義務っていうのは法的義務になるから審議則上の義務も作為義務の発生源になり得ると。 じゃあこの時どういう時に審議則上の義務があるかというと大体3つの要素を押さえておくといい最初にその人がやらかしている場合ですそのさっきの交通事故のひき逃げの事例だったらその最初に引いているというこの人の奇跡性ある行為があるでしょうその行為が先にあっているかどうかで2つ目は,これは、ね、事実上の引き受けといってその人がなんか引き受けたという事情があるかどうかその例えば身柄というのが、ね、その,その 事実上の引き受けがあったかどうか。どう例えばですけれどもその車のひき逃げの事件でも例としてあるのはこれ結構事例としてよくあるのが最初は助けようと思って車に乗せるんですよで車に乗せて病院に向かおうとするんだけどなんかバレるのが嫌になっちゃってどっかに置いてファーっと言っちゃうとでこの時には引き受けたっていう行為がこの審議則上の作義務作ります引き受けたからにはちゃんとやれっちゅう話 まあだから最初の選考行,行為という話をすると要するに自分で過失行為をやっているんだから責任を取れというような審議則それから引き受けたんだったら最後まで責任を取れという審議則であともう一つはあなたしかいないんだからちゃんとやりなさいこれは配他支配性といってその場で給ができるのがあなたしかいないような場合には肯定されるで全部これ、判例が重視しているんですよね、えー、この選考行,行為による作為義務の発生については、まあ、3つ一応書いておきました。 事実上の引き受けがあるかどうか,ですかねで排他的支配が及んでいるかどうかつまりその人しか助けられないんじゃねえかという状況があるかどうか、えー、そして3つ目が先行行為に基づく関わる奇跡性をこう丁寧に検討すべきということになります。 でそうするとこれらの、えー、と事実上の引き受けとか排他的支配とか、えー、この行為者の奇跡性、最初のね、先行行為に関する奇跡性みたいのを総合的に見たら、こういう例えばね、この法令みたいなね、夫婦とか親権者みたいな法令上の義務じゃなくても、審議則上、あなたに助ける義務があるんですよとで、あなたはそれを助けることができたにもかかわらず、それをしなかった、それはあなたが殺したのと同じことですよという形で、あの不作為犯の実行行為を認めるの。 あとは実行行為が認められたら結果と因果関係という順番でやっていけばいいと。でこのねあの、先行行為についてはこの事実上の引き受け、排他的支配、奇跡性というのを、まあ、しっかり拾っていくいい練習になるのがシャクティーパット事件という事件で,でこちらが、まあ、結構ね、世の中で話題になった事件ではあります。10番でであるんですよねちなみにこれ最高裁の判例としての意義は あの不作為の殺人犯っていう殺人罪というのを最高裁で初めて認めた判例です、まあ、平成17年の判例で、まあ、どんな事例かというとこのシャクティーパッドというのはまあなんかその治療のなんか名前なんだよね、そのある団体の教祖というのか代表者というのかな、があの手のひらであの幹部を叩くことであの治療すると。 シャクティーパッド治療みたいな形で、えー、実際、信者を集めていた、えー、まあ代表者がいたんですよ。で、この人が患者さんの家族から、あ信,信,者だね、信者の家族の、えー、依頼を受けて、その家族らに指示したでこで、この病院に入院しているその被害者になる人なんだけど、ね、被害者の人を病院からこの、まあ、こうだね、この代表者のホテルに運び込ませて、そのシャクティーパッド治療やってたんですよ。 でシャクティ・パルパッド治療をやっていたんだけれどもその間にやっぱり何らの医療措置も受けさせていない状態シャクティ・パッドで治すっていって患者の入院しているところからもうそのままホテルに運び込んでホテルの中でシャクティ・パルフをやってでそのまま医療措置を受けさせないままそのまま亡くなってしまったとっいう事件です。 でこの事件はなんかこの不作為犯のおっんだけど社会的にはこれがずっとなんか見つからなくてあのホテルから見いだかされた遺体で発見されてでそれでまあなんかあの結構、世の中で話題になった事件だったりしますでで実際、これ何が問題かというとこのこうに殺人罪で起訴したんですよでこの人は前提として死んでも構わないと思ってやってたということは認定されています、前提として。 つまり積極的に殺そうじゃなくても死んでも構わないでも殺意はあるんですね、えー、これはまた追ってやるけど密室,の密室的行為って言ってあのそれでも構わないやっていうものは一応行為があるとされるんでだからこの人死ぬかもしれないでもそれでも構わないやっていうんだったらそれは殺意ありなんですであとは問題になるのはやっぱ実行行為としてこれなんか手を下したわけじゃないでしょただ単にシャクティパットを実行行為ってことは無理だと思うんだよね あのシャクティーパッド行為が自己行為というよりはむしろ医療措置を受けさせなかったことというものが自己行為になるかどうかというのが問題になってこの時判例が、まあ、言っていたのが、まあ、この不審性不作為犯として認めたんですじゃあどこに着目するかはまず事例を見る前に一緒にまあ考えてほしいとまずこれ作為義務あるかどうかですよ究極的にで法,理法令上の義務はなさそうだよね 別に信者と教祖の間に何か契約関係があるということもないでしょうからまあ通常、そのような法令上の義務とか契約上の義務はなさそうなんだけどまず、この人のまずね最初入院中の人を連れ出すという過失行為を入,入院中の患者さんをしかもこれさ生命維持に必要な治療をしているような人なんですよ。そういういいある意味重い患者さんを 自分の判断でホテルまで動かさせるってこと自体がそもそも奇跡性のある行為でしょで先行行為にこの行為に奇跡性があるそして事実上の引き受け伴ってるよねホテルの中に運び込んだっていう事実上の引き受けがあるでしょであとはホテルの中にはコうと A しかいないんだよねということはもう助けられるのはこの人しかいないっていう排他的支配が呼んでるつまり3点セット全部揃ってるんですよ まあこれ別にあの総合考慮だから全部揃ってなきゃいけないってことはないんだけどただこれらを考慮して考えていくと最初の段階で過失行為が過失行為というか奇跡性ある行為かな奇跡性ある行為があって事実上引き受けて排他的支援が及んでるのであればここの人には救命措置を施すす義務があったってことですつまりこれは何か病変が生じたりとか体に異変が生じたら適切な医療措置を施す義務が作為義務があったんです。でそれは可能でしょ病院呼べばいいんだから。 病院呼,呼びはできるんだからねでそしてそれを受けさせないってことが殺したのと同じって評価できるでしょうそうすると作為義務作為の可能性を要異性作為との同化性全部認められるから適切な救命措置を受けさせないことが実行行為になるんです受けさせないというであとはそれで死んだ因果関係ありが認められればいいで判例は全部認定してます、まあ、このようにでやっぱり重視しているところを一緒に見ようかこの事故の責めに期すべき自由により危険を生じさせた あのここはやっぱりね最初の自分の行ったホテルに運び込みっていう行為がやっぱり危ない行為だっていうことです危ないというかね失礼しました奇跡性のある行為だねこの運び込ませるというねホテルに運び込ませる行為がこの被告人の責めに期すべき行為なんだとそして患者が運び込まれたホテルにおいてこの被告人を信奉する患者の親族から重篤患者に対する手当てを 全面的に委ねられる立場であったということです。ということは、まあ、先行行為のまあなんか奇跡性というかな先行行為の奇跡性でこの全面的に委ねられたっていうのはこれはやっぱりあの事実上の引き受けや排他的支配を意味しますで厳密に言うと多分これがごめんなさいこれが事実上の引き受けなんだろうねこの上3つを並べると一番上がその先行者の奇跡性で2つ目が事実上の引き受け で、全面的ダイエッターが排他的支配っていう感じなんだと思います。あの判例はそういうふうに言わないからね。あの分析する必要があるんだけど、そうするとこれらが認められるとで、その後、えー、被告人は患者の重篤な状態を認識し、これでを自らが救命できるとする根拠はなかったと助けることはできる。根拠はなかったんだから、直ちに必要な。受けされるで、この作為義務は具体的にこういう風うに書いていきます。そのただ単になんか作為義務があったっていうよりはどんな義務なのか？ 直ちに生命を維持するために必要な救命措置を受けさせる義務があったんだよと。でにもかかわらず、にもかかわらず、密室的な殺意をもって、上記医療措置を受けさせないまま放置して患者を死亡させた被告人には、不作為による殺人罪が成立するとしています。でこのシャクティパット事件、この後この下に、殺意のない患者の親族って出るけど、これはあの後々になってで勉強します。ままずは今日はここまでその殺意 殺人の、作為の殺人が成立するってしたと。ちなみに火事の場合はどうかっていうと、次のところにあるんですよ。これ、古い判例だけれども、こういうものが典型的かな、こうは事故が勤務していた会社の営業所の事務所で、机の下に、これこ、大昔の話ね、もう昭和33年とかの判例ですから、もう火鉢とか炊いて暖を取ってる時代です。なのでこののででこ会社の事務所で えー、この自責の自分の机の下に火のついた火鉢を残して残業してたとそしたらこの人も営業所でもう飲んだくれてたんですよで酒飲んでオートカンから、えー、この炭火,火,火鉢の炭火を消さないまま別室で寝てたんですよで寝てたら事務室に戻ると紙の帳簿に印加して火が机に炎症しているのを発見したでちなみにこれは放火の話をするとまだここでは放火になってないなぜならばあの建物に行ってないんですよ この段階ではまだ紙の帳簿に印加して机に行ってるだけだから、まだね。えー、なので建物自体にはまだ行ってないからまだ放火の実行の着手はないんですよ。で放火っていうのは実際、建物に対して放火をするということになりますので,でただそれを放置したら火の勢いが拡大し営業所を焼損するに至るべきことを認識・認用したものの失火を目撃した驚きと事故の失策の発覚を恐れて営業所を立ち去った。でこの立ち去ったっていう行為も形式的には 立ち去るって行為だけど、まあ、消火っっ、ねねえー、措置を取らなかったことによって燃えちゃったっていうそんな感じなんですじゃあそれがじゃ因果関係あるかどうかの前に実行行為性が問題になるよねじゃあそしたらこれもさっきのシャクティーパッドを頭の中に念頭に入れればまずこの人の最初の状態、えー、今この。 なんか紙の帳簿に火がついたみたいなところに至るまで何やってます火鉢をつけっぱなしにして、えー、寝てたんでしょ隣の部屋で,でこれに奇跡してはるのは当たり前だよねでそしてじゃあこの人は、まあ、事実上の引き受けってのはないかもしれない何か誰かの身柄を引き取ったとかそういうのはないから事実上の引き受けはないかもしれないけど営業所の夜勤って通常1人なんですよその人しか火が消せない状態ですよね まあ、例えば5人6人とかで、ね、みんなでね、えー、詰めて寝てるとかだったら別だけれどももし一人でですねそこにいるということであれば、まあ、その人しか無理だよねとすると排他的支配が及んでいるというそうすると、まあ、先行行為の奇跡性やその、えー、排他的支配だね排他的支配っていうのを見ればこの人は火を消す義務があったのよ審議則上ね。 つまり先行行為に基づく審議則上の作為義務として、えー、その消化義務があったとでその消化は作為は容易かつ可能だよねただ消化期間がかビーってやれいいんでしょうで特にこの段階でしょカビ、えー、と,と机なんだから水かけりゃ済むぐらいのレベルなんでそうすると、まあ、作為は可能かつ容易でしょでそれでしかも立ち去る行為は火をつけるのと同じ状況じゃんその状況下ならばもう火をつけたのと同じで評価できますからそうするとこの立ち去った行為が不作為の放火なのよ でそうすると、あとは事故行為で OK という感じで見ていくですると、判例もこうやって言ってるのよ、事故の過失行為って、やっぱりここは重視してるよねえ、自分の行為なんだと、自分の過失行為によって、右物件を延焼させたものとしてえ、これを消化するのはもちろん、右物件の延焼をそのまま放置すれば、その火星が、右物件の損する建物に燃え移り、 焼損するに至るべきことを認めた場合には建物に燃え移らないようにこれを消化すべき義務があるんだよとつまりやっぱり作為義務があるんだとでしかもこうは自らの過失事故の過失によってこのような物件が焼損されつつあるのを現場において目撃しながらその揮発の火力により建物が焼損されるべきことを任用する意思を持ってあえてこうの義務であるまあここも必要かつ容易な消化行為 だからの必要、作為の,の可能性、容易性みたいな話です、えー。その義務である必要かつ容易な消化行為を取らない不作為によって、えー、放火行為をなしたんだということで、まあ、ちょっと古い判例だから、あまりあの重要だ一段落ちるけれども、まあ、尺帝パッドの考え方と基本共通してるなっては分かると思うんですよね。だからまあ時代がいってもそこはあまり変わらんというところになります。でそううするとこの不審制不審作為犯っていう概念は ええ、少し行為の,のメモの方に戻りますけれども、こんな感じです <laughs>。まあ、このシャクティーパット事件とか、まあ、クリた営業所の火災立ち去り事件のように。ええ、作為義務、そして作為の可能性容易性、そして作為との同価値性を使って、自己行為を認めていくってことになります。では、じゃ、この不作為違反については、これ実は続きがあります。もしじこのシャクティーパット事件っていうのは、そのシャクティーパット事件の中では。 そのホテルに連れ込んで救命措置を取らなかったことが実行行為になりますで救命措置を取らなかったっていうのが実行行為で,でそれで結果との間に因果関係があればいいでしょでただこのね不作為犯の因果関係ってかなり特殊なのよあのどうしてかっていうとあのやっていたらどうだったかみたいな話でしょあくまでも家庭的なんですよだからちょっと前,前後するけれども通常の因果関係ってさあの、えー、と危険な現実が取るでしょ 例えばここのの行為の危険性がこうだそれでこの危険が喪失されて実行行為の危険性が喪失されあ結果発生の危険性が喪失されてでその結果が現実化したよっていう枠組みを取るよね。でもこの危険の現実化説の前提ってその危険が喪失されたっていうのは実行行為によって作られたっていうのはやっぱりあくまでも作為犯を前提としてるよね。そのしないってことこ によって何かを喪失するということがまあなかなか観念しにくいというところとあとはレジュメで言うとね4ページになるんだけど不作為犯の因果関係どうしてもその家庭的判断を伴うのよもしミルクをあげていたらもし救命措置を取っていたらもし消火活動を取っていたらみたいになんか過程判断を伴うから通常の作為による因果関係つまり危険の現実化とは判断枠組みが違うとされているんですよなのでここはね因果関係の最後です まととめみたいなところ上にありますから不作為の因果関係というのがあってでこちらはえっと試験対策という観点から言うねあの通常因果関係は全部危険の現実化になりますただ不作為の場合だけはもう判例全く違う枠組みを取っているのでこれも頭の中でもう抑えちゃった方がいい不作為犯の因果関係はちょっと変わった判断をしますで変わった判断って言ってるんだけれどもただこの判例知ってれば終わりというやつですちょっと戻っていくと十中中九事件という9ページうん まあ不作為犯やってからここ戻ればもう完璧です内容的にはねまず繰り返すけど因果関係は危険の現実仮説っていうのがもうベースですですから通常の作為におるもはね作為犯については危険の現実仮説取っちゃえばいいけど不作為犯の場合だけは異なった枠組みを取る っていうまあ、そういうことになってます、も判例上。じゃあ、どんなふうになってるかというと、事案はこう,こういう感じ、甲はホテルの客室内、いきなりまあぶっ飛んだ話になってるんだけど、あの甲がホテルの客室内で、13歳の女の子に覚醒剤を打ったんですよ、でまあ、実際、ホテルに呼んだ上で、覚醒剤を打ったで、その後に打たれたこの13歳の少女は錯乱状態となって、もうあの重篤状態にまで陥っちゃった、でこの時に、この甲は事態の発覚を恐れて、そのまま立ち去って死んじゃったっていう事件なんですよ。 そうするとこの問題というのはまず前提として不作為による実行行為があるかどうかが問題になるよね、まずね、実行行為になるかどうかが問題になる、でこの時やっぱり、あれかな、えーと、審議則上の作為義務は確実にあるよねというのは言えそうだよね、だって自分から覚醒剤を打ってるんだから、いいね、A に対して覚醒剤を打つという奇跡性ある行為があって、でそしてホテルに入れてますから、事実上の引き受けをしている。 そしてホテルの中には2人しかいないっていう状況であれば排他的支配も当然及んでいるから、まあ、作為義務が認められるっていう前提になりますでその作為義務を果たさなかったっていうことであとはその実行行為性が認められるとして因果関係あるかどうかつまり立ち去ったことと死の間の因果関係をどう捉えるかっていうと判例はこうやって言ってるんですよ。え被害者が コーラによって注射された覚醒剤により錯乱状態になった0時半ごろの時点において直ちに被告人が救急医療を要請していれば、まあ、いま救急車を呼んでいれば同女が年若く当年13歳当時17歳そして生命力が旺盛で特段の疾病がなかったことからこの,、ね、この時点錯乱状態に陥ったこの時点で直ちに救命をしていれば 十中八九可能ででああったとということであるつまりこの作為義務が発生した時点でやってればでちなみにこの作乱状態に陥った段階で、まあ、作為義務が発生したと考えられるで、ね、実際救命をしなきゃいけないって義務が発生するよねでこの作乱状態に陥ればすぐに救急車を呼ぶって義務があるわけだからその義務が発生した時点で作為義務が発生している時点で、まあ、大体この作為義務の発生っていうのは大体何かあったらこうする義務って感じでしょ だから容体が急変すれば助ける義務とかさっきのシ,あのシャクティーパッドであればやっぱりそうだよ、ね、生命に重篤な状態が生じれば救命すべき措置を取る義務という形で、まあ、こういう状態になったらこうする義務ということになるから具体的に作為義務が顕在化するのはこの場合だったら錯乱状態なんですねその女の子が錯乱状態に陥っちゃった時点でこの人は助ける義務として救急車を呼び義務があったわけですでこの時点でもし救急車呼んでればってことです つまりその作為義務をね果たしていたならば十中八九助けられた。でこのように十中八九助けられた場合にはえっ、ー、とこれかな放置した行為と死亡との間には刑法上の因果関係があると。ということでどういう言い方をしているかというと作為義務を果たしていれば十中八九結果が発生しなかった場合っていうのは要件です。 でこれはそれなりにあの覚えておくべきで,でただ、この十中八九っていう言葉は80%、90%っていうそういう数値化されるものじゃないです、えー、これはどういう意味を持つかというとその下にあるんですよ十中八九同時の救命が可能であったっていうのは言い換えればこれです救命が合理的疑いを超える程度に確実であった。こ,こかな 同時のは合理的な疑いを超えるるる程度に確実でああったと認められるかられか因果関係あるつまりこの「十中八九」っていうふうに言ってるけれども基本的にはこれです。この十中八九って言葉を使っててで判例はなんかこの十中八九事件なんてよく言われててこの不作為犯で因果関係を認めるときには期待された作為をしていたならば十中八九 え結果が防げた場合には因果関係を認めるという言い回しをしているのでまあ十中八九事件と言われているけれどもただ十中八九クという言葉自体がすごい曖昧なのでえ実際はこれがあの正しいというかね理解になりますこの合理的な疑いを超える程度に確実だった場合に因果関係ありということになりますだからさっきのシャクティーパット事件もその人の容体が急変したとシャクティーパットの事例でもね容体が急変した時点で救急車を呼んでいれば十中八九助かった。 という場合には死亡との因果関係を認めちゃえばいいし放火の場合もその発見した時点でねぼや騒ぎになっているのが発見した時点で火消火活動をしていれば火が消せたのが十中泊可能だったとっいうならばその燃えてしまったこととの因果関係は認めてよいというふうにされますでこの十中泊というのは合理的疑いを超えて確実ということですなので抗議メモデル4ページかな、えーまあ、この判例そのまま見ていきますけれどもその この部分です同、えー、場の究明は合理的な疑いを超える程度に確実であると認められるから刑法上の因果関係があるというか、まあ、一応、十中八九クという言葉を使っているけれどもぜひ、まあ、バシっと言えておくといいかなというのが合理的な疑いを超える程度に確実です。つまりこう、ねこうね、期待されたことをしていればねこんな感じ、えー、直ちに被告人が救急医療を要請していれば。 必要な措置を取っていれば合理的な戦いを超える程度に救命が確実だったら因果関係ありとされますのでちょっと特殊な因果関係の判断枠組みとして押さえておいてください。ということでここまででまず実行行為の次回の講義,講義でちょっと実行行為少しやるところはあるんですが実行行為の中で重要な2枚看板の1つである不作違反というのは一応確認しましたの、ね、で。 で、で、そもそも実行行為って何なのかってこと、もう一度、えー、ここでおさらいです。実行行為っていうのは、構成要件の予想する。結果発生の現実的危険性を含む行為のことを言います。つまり。実行行為に当たるためには。こんな感じでね。えー、結果発生の危険性を有する行為です。で、えー、こちらの。 この抗議メモの方では公正要件の予想する法益侵害弱期の直接的現実的危険性を含む行為なんて言ってるけれどもあのすごいもうちょっとあの簡略的に言うならば公正要件的結果発生の現実的危険性のある行為とかでもいいです。要要するにその構成要件的な結果 が発生する現実的危険性を含む行為を一般的には公正要件と言います。でも、細かくやると直接的現実的と言ったりするのであの完全にフルで、ね、しっかり頭に定義を入れていきたいのであればこの言い回しでもいいし、まあ、まずはなんかちょっと骨格背骨の部分だけちゃんとやっときたいという場合であれば公正要件的な結果発生例えば殺人だったら人の死放火だったら硝損そういった結果発生の現実的危険性を含む行為を実行行為と呼びます。だから例えばさ 一つの例ですけど呪い殺そうと思って呪うっていうことは実行行為になりえないわけですその場合には実行の着手ではないので殺人未遂とかにもならないだから呪い殺そうと思ってずっと念じてるんだけど知りませんでしたでこれが殺人になるかって言ったらあのそもそも実行行為じゃないんですよそれはで実行行為じゃないっていうことは未遂にもならないね未遂って何でしたかというとこれだから未遂は実行着手がいるんだよね、まあ、実行行為やったけど結果が発生しないこれ1ページ目ですね 1>, 1ページで実行行為をやることが必要になるから実行行為性が認められなければそもそもその犯罪の成立は問題にならないということになります。まあ、これも、ね、また勉強する内容ですでちなみに実行行為というのはちょっと細かいところなんですがあの判例で、まあ、結構ぶっ飛んだ事件ではあるんですけれどもあの被害者を利用する殺人なんていうのも実はできるんですね。ここれれれははホホスストト殺殺人事事件件とかるもので、えーまあこれは また戻ってきますけれども。まあ、実行行為って何となくね、自分自身で行うっていうイメージはあるんだけれども。あの被害者を利用する殺人なんてい実際可能なんですよ。どういうふうに、言えるかというと。えっと十二、えー、ページかな、12番のところをちょっと見ていくと。12番ですね。まあ事案もなかなかすごい事案よ、これも。 江は、えー、事故と偽装は結婚させた絵いきなりなんだこれって話になりますけど江っていうのがこれはあのあのホストの人だったんですねでホストの人で、まあ、自分と偽装結婚させた絵、まあ、女性なんだけどもこの女性に6億円近い保険金かけたんですよで6億円近い保険金かけてで海に飛び込めっていうふうにまあ日々命じてたんですよね でで実際この日もかねてから、こうのこと、つまり自分のことを極度に意欲していた A に対しえ、漁港で A が乗車した海車ごと、海に飛び込んで自殺するよというイメージなたんですね。で、A としては自殺するつもりはなかったんですよえ、自殺するつもりはなかったんだけれども、車ごと飛び込まなければどうなるか分からんと、まあ、いうことで、覚悟を決めて、車ごとあの海にダイブしたんですね、で海にダイブして、でそしてあのそのままなんとか脱出して、一命取り留めたっていう。 でこれで検察官が殺人で起訴したんでです殺人,かな、えー、殺人で起訴したんだけれども、まあ、被告人としてはそもそもあの殺人の認識はないと、これは自殺関与罪だという形で、まあ、これは格論で勉強しますけれども、これは殺人の実行行為ではなくて、自殺関与の,あの実行なんだということで、えー、この実行行為性、殺人の実行行為性を否定したんです、で判例はなんて言ったかというと、この事件で、やっぱりこれは殺人の実行行為だというふうに言ってますででなのかというと 結局その被害者を車ごと海に転落するように命じる行為って結局、被害者が死ぬ現実的危険性の高い行為なのよ。であるならば、これはその公正要件的結果発生であるとこ,ろのまあこの人の死の結果ですよね、それを導きうるだけのまあ現実的危険性が高いんだと。なのでまあ実際結論の部分からいくとこれです被害者をして自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせたのであるから。 これは殺人罪の実行行為なんだとこれだ被害者に命令して車ごと海に転落させたうの行為は、えー、殺人罪の実行行為にあたるというべきであるとで実際、判例ちょっと上から見ていくと事案も結構、ねす、すごい事案であなんですけどこうは事故を装い被害者を自殺させて多額の保険金を取ろうという目的で、まあ、自殺させる方法を考案し それに使用する車等を準備した上こうを極度に威服して服従してきた被害者に対し、犯行前日に漁港の現場で暴行・脅迫を加えつつ、直ちに車ごと海中に転落して自殺するように必要に要求し、猶予を懇願する被害者に、明日やれと確約させるなどし、つまり前日もやってるのよ、犯行前日に同じように飛び込め、止め込めだけど、あと1日待ってくれとうう懇願して、じゃあ、明日必ず飛び込めよという形で確約させて、この犯行当時。 まあ実際、犯行当時に被害者をして、河野の命令に応じて車ごと海中に飛び込むような行為を選択することができない精神状態に陥らせたものということができると、まあ、そうすると、すごい、意服している状態で、ここら辺かな、えっと、陥らせていたと。本件犯行当時被害者をしてての命令に応じて 車ごと海中に飛び込む以外の選択するしかできない精神状態に陥らせた。ということはこのような、えー、以上のような精神状態に陥っていたものに対して車ごと飛び込めて命じることは結局被害者に自らを死亡させる現実的危険性の高い行為をやったから殺人の実行行為に当たるんだというふうにしてます。ででちなみにこれね被告人はもう1つ争ったのがこれは殺人の実行行為じゃないというふうに争ったんだよねまずね。 これはせいぜい殺人ではなくて、まあ、自殺関与に関するものだと、えー、自殺関与だからその殺人の実行行為ではないとしたんだけどこれはもはやあのもう自殺というよりはこれもうこの人自殺する気ないしねそもそも、えー、自殺する気ないからこれは殺人の実行行為性があるんだということを認定していますであともう一つ被告人がこれ言ったのはあのあれです、ね、殺意がないと私はやっぱり殺人罪の認識はないと殺意がないんだということも言ってたんです。 まあこのように被害者には河野の命令に応じて自殺する気持ちはなかったのであってこの点は河野の予期していたところに反していたつまりこの被告人というのはどういうふうに法廷で言ったかというか公判、まあ、あで,で主張したかというと結局はこの人は実際自殺するつもりはなかったんだけど私は自殺すると思ってましたつまりあくまでも殺人と自殺関与って違うじゃん殺人というのはあくまでもその、まあ、自殺する認識がない人を前提に人を殺す行為 で自殺関与罪というのはその自殺をするつもりがある人自殺の意思のある人に対して自殺を関与する行為を自殺関与罪というんですねでこの2つは犯罪として別の犯罪ですでまずこの刑法の場合ポイントのは客観と主観の順番で検討するんですよまずこの行われた行為は何罪かで行われた行為は何罪かって見たときにそれは客観面見るよなそしたらこの人は客観的にやったことは自殺関与ではなくて殺人なんですよななぜならば、えー、この 被害者に自殺の認識ないからね、まあ、被害者は自殺するつもりはなかったわけだからこの被害者に対して海にダイブするように命じる行為はこれは客観的にその自殺の意思がないんだからこの人は被害者が自殺するつもりないわけだから客観的にやったことは殺人罪の実行行為なんですただその後にもう1個私は自殺すると思ってましたっていうことを被告人が言った場合殺人の認識がないよね。 せいぜいぜ私はこれは自殺関与の認識しかないから故意がないんだよっていう主張ができるわけだから実はだからあのポイントは刑法のポイントはあの次回以降も出るけど客観的にどうなってるのかっていうのはまず検討するよねそうすると公正要件上この人は殺人罪やってましたでこれでこの人が殺意があれば殺人罪だよだけど客観的に殺人罪の実行行為やってるんだけれども殺意がないということであれば殺人罪問えないでしょ で被告人はは殺意はないいっって言い張ったわけですよでどうして殺意はないと言ったかというと被告人は被害者が自分で死ぬものだってつまり自殺願望があるっていうのかな、えー、自殺することを被告人は真意にやろうと思ってたんだとだから私はそう思い込んでますとそうすると私は殺人の認識はないって争ったんですよね、まあ、ちょっと複雑だけどねだからこの事例で言うとこの「こう」というのはその A が自殺したいって自殺したいとは思わないけど自殺する決意をしたんだって といいうふううふにこうは思,い込んで思っていたとその犯,行当時、ね、犯行当時、当時この実際飛び込んだ A がもう自殺するという覚悟や決意をもうすでにしていると思っているから私はあくまでも自殺関与の認識しかなくて殺人,のだったの殺人の認識はないんだって争ったんだけどまん、あ、なことないじゃんっ,てっ,てっあの判例は一応ねこの自殺するつもりがなかったのであってこの点は、こうの予期するところではなかったがのとです。 被害者に対し死亡の現実的危険性の高い行為を強いたこと自体については、行為において何らの認識に欠けるところはなかったのであるから、殺人罪の行為を否定すす。べき事情にはならならいとしていますつまり最後に書かれているこの最終段落は、結構重要なところで、殺意とは何かっていうと、結局、人の死の危険性の高い行為をしていることで足りるんだよ。 そのこの判例の言い回しからですと被害者に対して死亡の現実的危険性の高い行為を強いたことの認識に欠けるところはないから殺人罪になるって言ってるのでそうするとこの2つの部分今日はここまでということになりますがこの前半部分で言ってることは結局これは実行行為性。 まあ先ほども触れましたがあのこの部分ねこの部分です被害者をして自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせただから殺人の実行行為に当たるんだよっていうことですでそしてこっちは主観名こっちについては公の主観として A 死亡の A 死亡の現実的危険性でこれで しして殺人罪を定たとつまり、まあ、ポイントとしては刑法はこれから先格論を含めるとかなりの量があるんだけれどもだんだんできるようになってきます。あのもう刑法のもうルールっていうのは行為の客観的側面から見て何罪の問題なのかを特定してでそれで客観的に何罪の構成要件該当しているかを見てそれに対応する行為があるかどうかっていう順番になるから。 まあ今回の問題はこのようにやっぱり同じくこの車でダイブさせる被害者に車でダイブさせる行為というのは、えー、殺人罪の客観的な実行行為をやっているとで被害者はあそれで実行行為をやっているとでそして、行の主観としては、まあ、この人自殺する決意があるんだって思ってたんだよね自殺する覚悟があるって思ってたけれども殺人罪の行為というのは、まあ、ここも結構後々で勉強するなんですが殺人罪の行為というのはその,その人が死亡する現実的危険性が高い行為なんだって認識があればいいと。 その、A、この事例でいうとこのダイブさせることが A 死亡の現実的危険性の高い行為であるという認識があればそれでも殺人罪の認識になるんだよとまいうところになるのでここは後々になって確認しておくといいかなと思います一応ここのまとめでおしまいですこのホット殺人事件の中では殺人の実行行為性も認めたし で合わせて、えー、殺人の行為もしたというふうに言われています。でちょっと次回の講義の頭出しで終わりなんですがでこのホスト殺人事件っていうのは、まあ、これ客観から主観で認定していくっていう話をしたけれどもこの被害者を車に転落させて死亡させるっていうのは、うん 最高裁判例の中では今回はっきり言ってないんですが一般的に間接犯判と言われています、えー、これはどういうものを間接犯判というかというと、えー、まあこれは次のページちょっとあんのかな頭出しだけ、えー、間接犯判というのは人に対して外実行行為を外形上行為者が自ら行うのではなくて他人に行わせるんですよ、えー、つまりこの他人の行為を事故の犯罪実現のための道具として使うとそして えー、その他人の行為によって結果がッキされたが実質的には行為者がその結果をッキしたと評価できる場合なんちょっと難しいことを書いてありますがすごいあの平たく言うとこういう感じなんです。他人を道具ととして利用することで事故の犯罪をを実現すすることを間接にやっていますで次回の講義ここのところを詳しく検討して次回違法性っていうのが入るんだけどあの見ていくとね一番よくある例は何も知らない看護師さんに対して医師が殺意を持って。 この注射を薬を薬打ってくれいいうふうふにあのお願すする行為です、えーまあ、実際患者さんを殺そうという決意をしていてで患者さんに対する殺意を持って、えー、その医師がその看護師何も知らない看護師に対して、えー、この薬を薬だから、ねえー、注射してあげてとていうふうに渡して看護師さんが何も知らずに、えー、それを注射した結果それが毒物とかになっていて死んでしまうというケースでこの時には要は、ね、その何も知らない看護師さんを道具として自分の犯罪を実現する。 というまあ、これを間接制犯と言っていて、まあ、客観的には他人の道具として利用支配する、まあ、医師と看護師という関係からも見て取れるかなそういう、えー、支配しているとでそしてその他人を道具として利用支配してそしてその,側あの利用支配する側が自分の犯罪だという認識でやっている場合だからまさに他人を手足として使うケースでこれは間接制犯と言っていてで一般的にこのホスト殺事件というのも被害者を道具とした間接制犯だよね だってもう完全に道具じゃんもう完全に威風抑圧されている状態でしょ反抗できない状態で海に飛び,飛び込めて飛び込ませてその結果死なせるってことになるから反例は明示的に言ってないけれどもこれについては言葉は使ってないんで、あの。 表現は使ってないんだけれども被害者自身をまあこの「ホスト殺」においては。 この殺人の実行行為症の部分については被害者自身を道具として利用した間接性犯と評価することができるということですで今日の講義はここまでであの1回目、ちょっと、ね、あのなかなか最初のところだから、まあ、概要をつかむのが大変かもしれませんがあのまず、え、今日の講義でこ故意犯の体系、まあ、1ページにあったところでいうと間接性犯というやつ次回やります間接性犯というやつ次回やるんだけれども、まあ、一番最初の1ページ目で触れたこの構成要件該当性というところですね。 まあざっくり拾った感じになります、実行行為、結果、因果関係というのがまあ肯定された場合に、要件が満たされるでここまでのところ、次回、完成前半はやるけれども、えそれをやると、次回は今度はね、公正要件に該当した場合には、違法性阻却する場合があるよねっていうことです、公正、まあ、要件に該当するならば、今度は違法性を阻却する事情があるかどうかを見ていくので、この違法性とは何かみたいなね。 ちょっと、まあ、複雑というよりも、なんか、なんか、抽象的な問題も入ってきますけど、まあ、違法性とは何かというのを含めて。まあ、違法性阻却自由の検討に入っていくことにいたします。では、第一回目は講義ね、復習の際にはですね、まあ、あの、一応。 1>, えと1回目の講義なので、えー、まあ復習のまあ仕方みたいなところで言っておくと、まあ、なるべくまあ講義メモにおいてある程度あの一元化されているところもあるので、まあ、講義メモとあとは、まあ、特に刑法の総論の時には判例集よく使いますから、まあ、その出てきた判例の事案、判示みたいなところをしっかりとまあ頭に入れつつ、まあ、講義で言っていることをもう1回、ねえー、再確認していくということはもちろんなんですができればまあ覚えなきゃいけないことはある程度あるんですよね例ええば今日ののとところだと覚ななきゃいけないけもっって言ったらね。 その因果関係における危険の現実化の処理の仕方とか考慮層それから、えー あれあれですかね不審性不作為犯におけるその不審性不,不作為犯における実行行為性が認められる場合ってどういう場合かとかまあある程度枠組みとしてあのスラスラ言えないといけないところとかもあるのでそこの部分はまあチェックシートのところで覚えなきゃいけないもの特に定義とかに書いては、えー、まあある程度拾ってますのでそこのところをまあ左に見ながらまあスラスラ言えるって状態を作っておくとまあ経法が終わったらまあ実際論基礎で論文書いていくわけですよねで書くときにその部分はもうストックできてないと書き始められないところもあるのでそこの部分 はおそらく民事系とかと比べると暗記事故はそんな多くないですどっちかというと暗記したものとどんどんか知識みたいのをどんどんやっていくよりはその目の前に出てきた事例を、まあ、今まで知ってる判例知識とか まあ場合によっては条文もあるけれども、まあ、今まで学習してきたような知識を使って、まあ、その事例を目の前の事例だったらどう判断するのかというのを処理していくという、まあ、そういう処理能力とかあとむしろまあ今日やったように実行行為から順番に検討していくとか客観から主観の順番で検討するといったようなそういうい処理方法みたいなスキルが結構重要になる科目なので、まあ、そこの部分はまあ少しずつね、えー、復習の中でえ慣れていっていただければと思います。じゃあそれででは本本日のののののの回回目講講義ですね、えー、入門講座のえ本論編の刑法の第1回の 講義は以上といたしますそれではお疲れ様でした